さあ始まりました、タクシタジェットシティ。皆さんこんばんは。時刻の方は23時19分を回りました。今日もよろしくお願いいたします。どうも改めましてマトでございます。よろしく皆さんよろしく。よし。さあそして今日も私と一緒にこの番組を盛り上げてくれるもう一人の MC ご紹介しましょう。この方でございます。こちらどうぞ。この方です。ちょっと空振りって言われてるし、これです。今日もよろしくお願いします。頑張ってるっちゅうねん。すごい頑張ったっちゅう話ですよ。すごい。ちょっとガラピって言われるの。小春に俺のテロップを出してしまったの。いやあのね、はい、ちょっとはい、なんていうんですか、やっぱりこう秋のちょっと気配をね、はあ、そうですね、感じてきたじゃないですか。はいはいはい。で秋のやっぱりこう気配を感じると今まで寝苦しかったでしょ。はい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 。夏、猛暑、まだ昼間続いてますけど、はい、やっぱり素敵なこう秋のこう、誰ですか、さっきからスクリプトエラーを出してるのは。ポコ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 スクリプトエラーですね。誰ですか。はい、なんとなくこうやっぱり疲れがちょっと溜まってたんですかね。あーなるほどね。まあ、帰ってすぐにパタッとパタッとね行ってまして、はいはいはい、はい、まあ、よくないなと思ったんですけど。そうですよね、びっくりしましたよ。私の方がびっくりしました。電話がかかってきましたね。はい、なんか電話をですね、スタッフがね、いつもっていうかこの時間ね早く来てくれっていう意味でかけるんですけど、はいはいはい。そしたらなんかマトさんが、はい、何って言ったらしいんです。そうなんですよ。僕何をそんなに焦ってるんだと君たちはみたいなね。もうこっちですよ、スタッフが、うん、例えばですよ、まあ何かされてて遅れてらっしゃるのか、そうね、まあ、ね、お休みになってらっしゃるのかわからないわけですよ、ね、こちらで。そうね、だからもうスタッフがもう電話していい頃かなどうかなとか言って、やきもきなりながらやっと電話してるのに、何って言って寝てるくせにですよ。何今何時って言ったら、はい、そうそうそう、何時だったんだ、10時15分とか言われて、そう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 、あみたいなね。その後がまた可愛いんですよ。なんですか。まあ起きてすぐはそれ入れませんよね。まあそうですね。ほんとすごい、はいはい、またね飛び起きて起きるわけにいきませんから。今度はですよ、はいはいはい、それがあと15分経ちました。はいはいはい。そしたらスタッフが、はい、今度は二度寝してるのか今準備してるのか、はいはい、そして微妙な選択なんですよ。みんな僕ね趣味特技の部分、はい、二度寝なんですよ。あー、なるほどね、はい、はい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 、生かさないでいただきたいです。ただね、俺ね、すごい皆さんに聞きたいなと思ったんですけど、あ、今日もこちら、SLTV 本社、竹下ジェットシティのオープンセットの前の観覧席には、はい、お客様がいらっしゃってます。ありがとうございます。今日のお客様、この皆様でございます。でね、はい、俺今日皆さんに聞こうと思ってたんですよ、番組来たらね、うん、一等再生に聞こうと思ってたんですけど、はいはい、もう秋の匂いがしませんか。秋っていう感じしませんか。小春さんどうですか。私ところはね、まだ夏真っ盛りですか。まだちょっと真っ盛りっていうほどじゃないのかもしれない。でも秋っていう感じはね、ほらなんか匂いがさ、秋の匂いがとかみんなツイッターとか書いてるけど、はい、秋の匂いがそこまではもうまだないね。小春さんですか。まあ、まだセミがみーめーめーみたいな。小春さん、秋の匂いわからないんじゃないですか。わかるよ、私、秋生まれなんですよね。私、秋に来ましたか。なあ、はあ、でも皆さんのとこどうなのかなと思って、もうそろそろそういうの、そういう気配を感じてません。昨日今日と涼しいなと。でもほら、台風がさ、過ぎてからだいぶっていう話でしたよね。そうね、俺全然わかんないうちに台風来て台風いなくなっちゃったんですよ。なんか夜ニュース見たら台風ですごいことになってるって知って、はい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 、ちょうどなんかその時俺あんまりこうニュースを見てなかったんですね、その日。
朝最近起きれなくてなんかニュースを見れなかったりとかするんですよ。で夜遅かったりするから、はい、でたまたま知ったんですよ。すごかったらしいですね。そうもうね、うん、私も実は台風来るよねってみんなが言ってたのを聞いて、あ来るんだみたいな感じだったんですね、うん、テレビ見たら。そしたらさ、通り過ぎたニュースを見たら、うん、めちゃめちゃどっちも2つ来たでしょ。だって何百ミリとか降ったんでしょ。そう、どっか韓国の方に抜けたのも強かったし、うん、こっちのほらあの静岡かどっかに上陸したんでしょ。もう日本の上陸した方は、はいはいはい、そっちもすごくて、東京とか水で使ってたよ。東京っていうか、あの台風の被害をこう受けたわっていう方いらっしゃいますか。いらっしゃいます。ネットやってられるのかな。結構なんか目の前川だったとか。あ、コースは予想外だったそうです。ああ、なるほど、ね、なんか被害が大きかったと思う。ああ、なるほどね。すごかった。韓国に行ったやつって近かったから、うん、鹿児島に来なくてよかったなと思ったもん。うん、すごい。おかしい、あのね、でもね、おかしいですよね、気温が。それで、気温っていうか、その気候が。で、あ、はいはいはい。今年の夏を総評して、あの、なんか、どっかの気象予報士の方が言ってたんですけど、はいはい。その、今回なんでこんな風になったかとかね。はいはいはい、はい。気温が猛暑になって、どんどん。で、北海道の海水の水温が下がらなかったから、はい、暖かかったから、あの、はい、サンマが全く取れなくてっていう話でね。今年サンマ全然ダメらしいですよ。うん、この間言ってたのはもういつもの10分の1ぐらいしかその時期に取れてなくて、まあ、またぶり返す、はいはい、まあ、盛り返すんだと思うんですけど、今の現在ってことですね。そうそうそう。で、市場価格が3倍ぐらいになるんじゃないかって。サンマってさ、やっぱこうある程度ね、うん、手に入りやすい価格だからいいんだよね、このシーズンね、美味しいしっていうので。まあそうですよね。だからなんかがっかり、ショック、それ。サンマが食べれなかったら相当泣く方いらっしゃいますよね。あの、キャロイちゃん死なないから大丈夫。まあね。で、その気象予報士の方がいろんなこと言ってたんですよ。たまたまこうこうこうで、こうなって、で、はいはい、ね、温帯モンスーンがどうのこうのとかね、季節風の影響を受けてどうのこうのって言ったんですよ。はい。だから今年は特別だみたいなことをこう言ってたんですけど、はいはい。これ来年もそうだと思うんですけど。このままだ。このままだと思うんですか、ね、なんか徐々に何かおかしくなってきてるじゃないですか。すごい、本当にね、あ、だって北海道が、うん、もう本当、それこそあと5年くらいしたら、うん、北海道でクーラーバカ売れになる。いや、だからもう多分来年ぐらいになったら、いや、今でももう新しく新築建ってる新築の家ってクーラー多分設置してると思います。ああ、なるほどね。でももうそうなっちゃうよね、この暑さじゃ。だってね、売れないもんね。まずもうそこが大きな変化ですか。でもただ今年の冬どうなのかな、冬は冬でまた何か変わるのかな。冬はさ、なんか前予想を見た時には、うん、すげえ寒い。マジで。そう、だから夏暑くて冬寒いみたいになるみたいなことを、あの夏の前のその予報では言ってましたけどね。すごいですね。はい、まあ、その皆さん体調管理にね、体調管理気をつけてください。さあ、というわけで、はい、今日も遅ればせながらスタートでございます、この竹下ジェットシティですけども、はい、今日もたっぷりと皆様方にいろんな情報を発信していきたいなと思っております。はい、さあ、というわけでそれではいきましょう。この番組の提供でございます。この番組の提供はアズール、スイタホーリック、スイテスグッバイ、ジャバラエステート、グランブルー、シナミュージアム、グラスプ、プロジェクトオロチ、月のワグマヘアスタイル、花子ランド、キャンディーネイル、四季リゾート、空海、ハゼラン、
19モーターサイクルの提供でお送りいたします。今日もたっぷり楽しんでってください。台風なんかさようなら。それではよろしく。これからバンバン台風来るんですかね。ねえ、毎年いっぱい来ないなって言ってたら、ね、いきなり来たよね、2つバタバタバタって来るんですかね。でもなんか少ないのかな、今年わかんないけど、台風は少なめで。そうですね、はい、というわけで今日もたっぷり楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、というわけで、はい、竹下ジェットシティでございますけども、はい、SLDB の番組実はもう週5本あるんですよね。そうですよね。そうなんですよ。あのいつの間にか旅番組のたびたび夢大陸っていうのがスタートしまして、はい、週5本やってるわけなんですけども、はい、週5本やってるとですね、はい、だん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 こうなんか休める日がなくなってくるじゃないですか。はい。で、はい、セカンドライフの中でこうなんかあっち行ったりこっち行ったりとなかなかできなくなるじゃないですか。そうですね。まあ逆にそのセカンドライフ TV のこうなんかいろんな準備でね、あの行ったりとかするんですけど。はい。最近のセカンドライフ事情でどうなってるんですかね。最近はあれですよ、フェアフェア。あ、いや、あのね、小原さんに。あの、はいはい、言おうと思ったんですけど、はいはい、フェアフェアじゃねえから、フェアフェアだからヘア、ヘアフェア、へ、最初はヘアだからヘア、ヘアフェア。そうでしょうね。はい、フェアフェアって何のフェアかな。フェアあのね、はい、もう本当に今年はね、先週あのキャロルちゃんがね、ご案内をされてたように、はい、画期的なシステムを取り入れていらっしゃるんですけども、はいはい、まあ、現地に行ったらですね、うん、読み込めないわけですよ。おう、あの、そのボード自体が、うんうん、だからどこに何が売ってるかがまずわからないし、はい、その色のサンプルがありますよね。はいはいはい。もう、まあ、頭の髪の毛は決めたと、はあ、決めて行きますよね、お店に、はい、そしたら今度は色も別々で売ってるわけですよ、ファットパックじゃないと。なるほどね。それがまず見えないので、はい、私30分ぐらい経ってた同じとこに。同じとこに、まあ、これ、あの日本のクリエイターさんが作られたこの私の髪、はい、今日の髪は、はい、そうなんですけど、はい、これを買うのにですよ、ええ、あのね、30分から1時間だったと思うんですけど、立ってて、その今小原さんがつけてる髪の毛が、はい、あれなんですか。そう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 。でね、すいません、ね、色も話は逆にカメラ引いちゃって本当です。色もね、うん、これじゃなくてもうちょっと明るめのが欲しかったんだけど、はい、もう出てこないから当てつっぽで買った。あ、もうとりあえず行ってみりゃいいよみたいな感じ。そう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 。だってね、あのこれメンズなんですよ、私が被ってるこの髪。あ、そうなんですか。そうそうそう。そしたら後ろで、うん、私も30分待ってるんだけど、私と同じぐらい私が乗かないから全然動かない男の人がいるわけです、外国人。はいはい。じゃあこの人に迷惑だと思ってもいいやと思ってこれ買って、そこら辺ってなんかやっぱ譲り合い、横からビームは飛んでこないわけですよ。そう、横からビームでもいいんですよね、ほら、ま、パソコンのね、スペックもあるから。でもずっと待ってらっしゃったんですよ、私が目の前に。ひょっとしたらあれなんじゃないですか、それ、その髪の毛を変えたかったんじゃなくて、はいはい、小春さんを待ってたんじゃないですか。ひょっとしたら影で立ってるのに、ハゲで立っててもやっぱりハゲなりのなんか、あ、この人ハゲてるけどひょっとしたら素敵な女子かもしれないわみたいな。わあ、そっか、全然分からなかった。もう急いで買って帰っちゃった。あ、皆さん、知らないかもしれませんけど、特別な情報として僕、はいはい、お教えしますけども、小春さんの頭ヘアを取ったらですね、小春さんの後頭部には、ひらがなの、はい、まという文字が入ってますからね。なんで、なんで、なんで、タトゥーがね、入ってる。タトゥーが入ってた、ひらがなのま。なんだよ、まって。そうそうそう、ようわからない。でも、まあ、秋ってちょっと物悲しいこう、なんか季節でもあるじゃないですか。ありますねー。ね、はい。まあ、物悲しい秋といえば、なんかこう、読書の秋とか食欲の秋とか、
いろんなこう秋ありますけど、あるけどちょっと悲しさあるよね、ちょっと物悲しい感じ、物悲しい季節には人恋しくなるじゃないですか、はい、小原さん。あ、もう一本話したかったけど、うん、喋ればいいじゃないか喋りたいなら喋ればいいじゃないか、小原さん、いいですよ。もう一つ話していい？いいですよ、はい、関連あると思う、いいですよ、いいですよ。私、秋は、私はお誕生日が来るんですけど、はいはいはい、私ですね、今年に嫁に行くって言われたんですよ、占い師さんに。はぁ、今年っていうか、私の今の年で、今の年ね。もうね、そしたら、まあ言えばもうあと何日間かで次の年になるわけですよ。はいはいはい、これ、悔しいじゃないですか。もう、大台ですか？おだ、まだです。あ、はい、そうですか。そしたらですね、はい、私あの、その占い師の方に電話をしまして、うん、え？まだですかと。何がですか？だからもう年は、あなたの言った年が、はあ、終わっちゃったんだけど、終わるんだけど、まだですかと。え、占い師さんに電話したんですか？そう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 。あんたのやつ、立ちの悪いクレーマーだよそれ、占い師でしょ？私、まあまあほら、あの、言ってるほどあれじゃないんですよ、たそんな感じなく、すごいもっとこう、和気あいあいな感じで。え、じゃあ僕が占い師さんだとして、ええ、ちょっとその時どんな風に言ったかちょっと言ってみてください。あ、もしもし、こんにちは。こんにちは。あの、すいません、私24歳で、うんうん、あ、結婚できるって以前伺ったんですけど、うん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 、25にそろそろなるんですけど、まだお嫁に行ってないみたいなんですけど、ちょっとこれ占いが変わっちゃったのかしら。さあ、お前の問題だろ僕ならこう言いますね。ああ、でもね、あの、ま、あの、実際仲のいい占いの方だったんで、全然、はいはい、とは言うほど全然問題じゃないんですけど、はい、ただあの、ま、その占い師の方が私に言ってたのが、うん、あの、前後はあるからと。あ、前後がね、やっぱり前後はありますよ、何でもね。何でも前後はあるでしょ。そうそう、ね、あの、何でも予備日みたいなもんやっぱありますから。そう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 、前後の乗り代があるわけですよ、ま、そうそうそう、真ん中にね、大体真ん中を言ったけど、これに当たってくるわけじゃないよと。前後5年ぐらいのね。そう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 、なんだって。そうそう、幅的には10年ぐらいの幅があるんだよ前後10年だったら俺でも占い師になれるわだから、あー、前後があるんだなっていうことで、まあ、お話を聞いたというお話でした。まあ、じゃあ小原さんもこの後5年ぐらいの間にね。そうそうそう、5年か10年ね前後10年かもしれないけどね。そうそうそう、前後合わせて10年の間にね。なんか、まあとりあえず今前の5年はもう済んじゃったわけですから。そうそう、前の方が過ぎて、あ、もう後が残ってるだけですね。でもまあそういうのがまあやっぱあると思うんですけど、やっぱりその秋っていう季節柄ですね。まあ夏ってなんかこう、確かにこうなんか恋愛とかそういう部分でこう発展しそうな時期だなと思うんですけど、僕はね、やっぱ秋だと思うんですよ。秋が発展する。そう、と思うんですよ。ということでですね、まあ今からですよ。ということで、まあそんな、恋愛がどん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 発展していく、この季節を逃すわけにはいかないので、まず最初このコーナーからいってみましょう。それではこちらのコーナーでございます。それではこちら、ドーン。じゃあ、竹下投稿団の投稿テーマを今のうちに発表して、皆さんがより良い投稿ができるように、私たちご協力したいなと思う、非常に健全なコーナーです。はい、さあ、というわけでですね、はい、それでは、ちょっと前振りでボンボン引っ張ってきましたけども、はい、本日、私たちやっぱりそういうこともありますから、あります、前向きにね。まあ、この竹下ジェットシティがね、はい、やっぱりこう、その秋をこれから迎えるために、はい、やっぱり恋愛について、ええ、やっぱりもう、ある一つのもうチームを作ろうじゃないか。恋愛チーム、恋愛をやっぱりこう、今やっぱ少子化の時代じゃないですか。だんだん子供が少なくなってそれもね、はい、恋愛がどん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 恋愛をする方が多くなっていったら、ほら、自然的に結婚する方も多くなるわけですよ。なりますね。結婚するとだん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 ね、子供が増えていったりとかするわけじゃないですか、自然的に。はいはいはい。
やっぱ私たちは日本を救わなきゃいけないですね。そのためにはやっぱりこう恋愛をこう、する、こう雰囲気をどん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 作っていこう。はい、もっと増強しなきゃいけない、その恋愛をするパワーを。なるほどね、さすが。いえいえ、ちょっとね、その拍手が安っぽくてちょっとなえたな。さすが、鈴木の君は違うね、考えることやっぱりね、そう。なので、今日はちょっと、はい、趣向を変えまして、今日は、今日からちょっと、恋愛増強計画という。え？え？増強計画？恋愛増強計画。あ、増強ね、はいはい。増強、強く、はい、増す、強く、増して、はい、もっと強く。まあ、そんな、こう、ちょっとプロジェクトをね、はい、立てまして、はい、で、その恋愛増強計画の中でこのテーマを はい、掲げようかなということで、はい、今日のテーマはですね、はい、その恋愛を知るべくには、はい、これを学ばなきゃいけないわけですよ。それではこちらでございます、ドーン、はい、恋愛増強計画第1弾、別れた人を思い出そう。やっぱりね、今日どこ来るかな、来るんじゃないですか、みんな。やっぱり別れっていうもの、恋愛の中で別れっていうのは非常にこう大きな締めでもあるわけですから、はい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 、でもその別れに至ったまあいろんな経緯もあるとは思うんですけど、そうですね、今改めて別れた人を思い出そう、そしてその時の自分にちょっとね、戻ってみて、その時、ああ、こうだったかもしれないわ、ああだったかもしれないわ、僕はいけないかも、ね、そうそうそう、そんなところを今日は、まずはその恋愛増強計画第1弾ですね、はい、もう本当は恋愛増強計画第1弾っていうのが、その投稿テーマと別れた人を思い出すの間に入ってるはずだったんですよ、僕の中でイメージはね、はい、はいはい、でもあの、テロップを作ってる方は、まあそこの部分をちょっとね、割愛してしまったらしい。入らないですよ、一応そんな感じはしました、ね、ということで本日のテーマは別れた人を思い出そうですから、別れた人がどんな人だったのか、あとその別れについてもね、ちょっとこう触っていただければいいかなと。触っていただける、そう、もう今日はだからもうほんと匿名で全然いいですよね。もうある意味匿名でしょうね、匿名で全然いいですよ。そうですね、はい、全く問題ないと思います、ね、はい、ただ僕の中でちょっと言わせていただきたいのは、はい、別れた人を思い出そうって言ってるこの投稿にですよ、別れた人のこう悪口とか文句ばっかりをこうずらずら並べるような、そんな投稿じゃないと思うよ。これやっぱりこう、ね、そこは考えなきゃいけないよね。やっぱりこう別れたからといってこうその人の悪口だけをこう並べてしまったら、それは成長の意図が感じられないので、はい、そこはやっぱり小春さんもやっぱりね、じゃあちょっとここうん、テンションを上げ上げ、マトさんにじゃあ一本、まあ僕は大体本編の前って決まってるので、はい、はい、その辺はやっぱ小春さんがね、本編の前って決まってるのでって、もう決まってますから大体ね、これでも別れた人って、はいはい、なんとなくこう何人もいるじゃないですか、小春さんにも。いや私はそんなにいませんけども、じゃあその別れた人、私ね、これほんとね、はい、この今、皆さんほんとここでちょっと私のぶっちゃけ話なんかしちゃったらですけども、私このテーマはもらったのは結構早い時間にいただいたんですよ、はいはい、でもそんな恋愛推進なんとかってうんぬんっていうのはどこにも書いてないから、だから今回はこういうちょっとね、はい、ちょっとこう、僕はあえて恋愛増強計画の第一弾でこういうちょっとダークなところを拾ってきましたけども、はい、来週とかはもう恋愛のもう、こうもうメロメロ明るいところを取り上げたりとかする。ああ、なるほどね、はい、だから私知らなかったから、別れた人って恋愛系じゃないのを思ってたから考えてきてた。え、どんな別れた人って？お友達じゃなくて先生とか。え、違うかな。だってどこにも書いてないでしょ。違うの、違う、全然違う。え、本当に違うの。そんなのは困る。私た
ちのカンニングペーパーっていうのがあるんですけど、そこに投稿テーマ発表ということでタイトルしか書いてないんですよ。どこにも恋愛云々って書いてないんですよ。でも俺メールちゃんと送ったもん。恋愛増強計画第1弾ってそれはだから、うん、あのちょっと私は分かんなかった。じゃあ変えてよ。あ、変えて、はい、別れた人を思い出そう。そうそうそう。じゃあ学校、中学時代で。あ、いいですね、それでもいいですよ全然。中学時代でちょっと、はい、さっぱりいけるので。中学時代ってですね、うん、スポーツをやってる人が、あ、モテたよね。モテたでしょ。モテた、野球部、バスケット部とかね。ちょうど私ね、実は本当にもうこれもう別れたんで言いますけど、はいはいはい、実はですね、私本当は野球部のエースの子が好きだったんですよ。はいはいはい。もう本当、うん、その子が好きだったんだけど、うんうん、なんていうのかな、好きって言えなくって、うん、誰が好きなのって言われた時、別の子を言っちゃったんですよ。うんうんうん。そしたらその子とお付き合いをすることになって、中学3年の時ですよ。はあ。で、やっぱりね、はい、本当に申し訳ないけど、うん、やっぱりまあ言い方でしたよ、その方も。はい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 。やっぱりこう男気もあるし、スポーツやってる人ってやっぱりなんていうのかな、こうね、こう強いし正義感もあるし、いい感じでしょ。うん。学生時代はね。もう学生時代からで正義感があるから。まああるんですね。はい、あるんですよ。はい、だけど本当に申し訳ないけど、やっぱり何々君が好きだったって手紙を書いて別れたことがある。は？だからやっぱり前の何々君が好きだったけど、本当はあの時に嘘を言ったのみたいな。ちゃんと告白して。それで別れたの？そう、1年間付き合ったけどね。人手なしだよな、あなた。ありえないから。なんで？じゃあその付き合ってた期間は自分の中では迷い付き合ったんですよみたいに言ったようなもんじゃないですか。いや、でも付き合ってる期間は、はあ、もうほら、一応一緒にね、デート行ったりとかさ。そうだけど、でもやっぱり最初名前を間違えて言ったんだけど、やっぱりあの人のことが好きでしょって言えなくてね、本人を言えなくてっていう反省言っちゃったんでしょ。そうそうそう。そしたら高校が別々になっちゃったんですよ。高校がその子、はあ、その子は別の高校で、私とそのエースの男の子が同じ高校に行ったんですよ。はい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 。だからそれで、実はこういう行き立つだってごめんねっていうのがあって、ね、やっぱりね、別れた人を思い出そうで申し訳ないんですけど、やっぱりね、はい、こう好きっていう気持ちはね、正直に言わないとダメですね。なるほどね。隠したりとか、あとごまかしたりしたらダメだね。やっぱ後悔するね。わかります、わかります。っていうのが私の別れた人を思い出そう版。なるほど。はい、やっぱありますよね。あるでしょ。ていうかさ、松さんこういうのあったよね。僕初恋っていうか初めて付き合った人がでしたよね。同じ名前の苗字の別人と付き合う羽目になりました。それがまた学校力だけどね。あれは僕の中で本当にこう辛い思い出ですけど、僕ね、最近ね、別れた人からやけに連絡が来るんですよ。あら、メールが来て。なんでなんでなんで、わかんないです。なんでかわかんないです。それで、はい、この間ちょっとツイッターにも書いたんですけど、はいはい、もう結構前にその付き合ってた人がいたんですけど、まあ遠距離だったんですけど、はい、で、その人って結構こうガシガシ押してくるタイプの人だったんですよ。僕は結構、はい、そんなにこう友達同士みたいな感じで、あんまりこうラブラブチクチクな感じじゃなかったんですけど、はい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 。で、なんとなく自然消滅っぽくなったんですよね。それぐらいあんまり熱が入ってなかったんですよ。はい。でもこう相手は結構こう熱が入ってたんですけど、で、それがこうたまたまもうずっと連絡も取ってなくて、で、たまに連絡取ったら、いや元気、いや元気みたいな感じで、で、そんな話をしてたらですね、はい、突然そのメールが来まして、はい、で、北海道に来てるんですよ。おっ、ああ、なるほどと。で、母親と一緒に北海道に来て、おっ、結婚することになりましたって書いてあるんですよ。あ、向こうがね、別の方と。それで、今日結納なんですって。で、北海道の人と結婚することになりました。そうなんだ。そうそうそう。それでなんかその、こう北海道に久しぶりに来て、こうなんか思い出して、はいはい、どうしてるかなと思ってメールをしてみました。
これなんかいいね、それでも。でもさ、やっぱ時間が経つとやっぱり女の人ってこう、いろんな形で気持ち変わっていくよね。そうだね、そうだね。そうそう、それもそうだしさ、うん、やっぱこう自分のその素直な気持ちを思い出して、うん、そのマトさんに ね、伝えようっていうさ、はい、あ、昔こういう方といらっいらっしゃったなと思ってっていうのがいい関係じゃない。そうですね。ねえ、うん、わー、いいわそれ。その人ね、結構ね、フランクな人で、はい、はいはい、よくね、あの、冗談で、もういいから私にしときなさいってって散々言ってたんですよ。あー、そうなんだ。で、そういう風に言って、いや、俺は、いやそういうつもりはないからとか冗談で言ってたんですけど、はい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 、結構それでこう時間が経ってみるとそういうふうにポンと変われるんだなと思って。で、男の人ってね、これ皆さんそうかもしれない、まあ僕男の人って代表して言いますけど、はい、男の人って結果的にバカなんです、みんな。なるほどね。男ってやっぱバカだと思います、僕は。で、これ結構多いと思いますけど、はい、あの、昔付き合ってたりとか、昔好きだって言われてると、時間が経ってもしばらく経っても自分のこと好きだと思ってくれてるんじゃないかとかって錯覚をしてるんですよね。あ、男性でしょ。そう、わかる、それ。だから別れた彼女も、うん、あの、未だに自分のことを好きでいてくれるはずみたいな。女性もね、確かに全然ないわけじゃないけど、うんうん、男性の方が確かに多い。多いんですよね。僕も結構そういうのを、思ってたりとかするわけですよ。なんかこう、なんていうのかな、うん、前ちょっとね、告白されたりとか、そういう人を無限にできないというか、ずーっとこうね、思いがあるんじゃないかと思い続ける人いるね、うん。でもそう思ってる矢先にポカーンとメールが来て、結婚しますって来るんですからね。ガーンって来たね、そしたら。いや、ガーンっていうか、あ、なんかこう、あ、一つのなんかこう、何かがこう、こう人生の長い間の何か、一つのこう、なんか、何かがこう、エピローグを迎えて幕が閉じたんだ。そんな感じがしましたよね。なるほどね。ないですか？男性の皆さんとか女性の皆さん、みんなちょっとお伺いしたいんですけど。多少、私もないです。女性だけど多少はありますけど、うん、別れた人はみんななんか、ね、男性を見てたら男性の方が劇的に多い、うん、劇的に多いでしょ。多い、そういうケース。だから全然こう、あ、無限できない。そうでしょ。そう、私の場合、ね、女性の場合はさ、やっぱりこう好きでもない男性からこう言い寄られたりするとさ、はいはいはい、なんか、みたいなのなっちゃうじゃない。はい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 。だけど男性は無限できない。あ、僕でも結構無限しますけど。その時は無限しちゃうんだ。だけど、自分に気持ちはなくても相手は自分のことまだ好きでいてくれるんじゃないぐらいの感じ。ああ、なる。だから男の人の方が本当に、そういうところは子供なんですよ。子供なんですよ、それこそね、今日、天海祐希さんがドラマで言ってた。うん、なんて。男は本当にバカで子供だって。うっさいな。自分で言うのはいいけど、言われるのはみたいな。ドラマで。だからそういう、それこそ、だから本当、いつも、いつまでだっても成長しないってことだよね。まあでも本当そうだと思いますよ。今日はなんとなく深いラインに入りですね、はい、いいと思いますけど、というわけで今日の投稿テーマはこちらでございます。改めてご紹介しましょう。恋愛増強計画第1弾、はい、今日のテーマは別れた人を思い出そう、はい、ということで、皆様方が今まで送ってきた素敵な恋愛、そして、こっぱみじんだった恋愛、何でも結構でございますけど、はい、とにかく別れた人について、ちょっと振り返ってみようじゃないかということですね、はい。ということで、今日は皆さんの別れた人について、お伺いしたいなと思います。まかり間違っても別れた人の悪口をベラベラと並べないように。そうですね、すんね、そこはちょっと違いますからね、はい、はい。さあ、というわけで、まず私たちの目の前の観覧席にいるあなた、あなた、SLTV のスタッフがローカルチャットに投稿フォームの URL を貼ります。こちらの URL をクリックして投稿フォームから投稿してください、はい。さあ、そして、Ustream のチャットブースからこの番組を見てるあなた、あなた、こちらも SLTV のスタッフがURL が貼りますので、そちらから、はい、投稿してください、はい。さあ、そしてこの番組をオフィシャルサイト、そしてウェブプレイヤーから見てるあなた、あなた、
オフィシャルサイトのモニターは右横、そして、ウェブプレイヤーはプレイヤーの真下、こちらにありますメッセージというボタン、メッセージですね、メッセージというボタンを押しますと、投稿フォームが開けますので、そちらから投稿してください、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、今日のこのテーマは、別れた人を思い出そうですかね。はい、番組中盤で皆さんに投稿の方いただきますので、投稿ご紹介しますので、はい、それまでに書いておいてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。別れた人となかなか会う機会ってないでしょ。別れた人と会ったことがないかな。マジでばったりない。ばったりばったりばったりじゃなくても、なんかこうたまたまあったりとかない。さっきの人は学生だから成人式であったんね。あ、やっぱそういうのあるでしょ。そうそうそう、そういうのはある。もうでも話しづらいね、そういう理由だから。あ、ごめんなさい。俺、別れた人と会った時に、はい、たまたまその近所、その人の近所の人のはいお通夜であったんですよ。はい、あ、はい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 。もう子供3人連れてた時にはもう本当にもうげんなりしました。やっぱりそういうもんですよね。で、男性的に、はい、今みたいな、まあ、お子さん3人いらっしゃって幸せそうな元彼女を見たら、うん、どういうふうに思うんですか。やっぱり僕はとりあえず前編において1回とりあえず衝撃を受けますよね。衝撃を受けて、その後、うん、あ、でも、あ、惜しいことしたな、彼女と一緒だったらもう子供できて家庭持ってたのにとか思うとか。いや、その瞬間には違った、やっぱり違ったんだなって思います。ああ、そうなんだ。いいですね、そしたらね、後悔じゃなくて、あ、まかり間違っても、その別れた女子と会って、そのこう、そういうシチュエーションを見て自分とそこは置き換えないですよね。あ、そうなんだ。うん、それはない、ただなんかびっくりするのが、あの子が子供3人なんだみたいなね。ああ、なるほどね。そういうのとか、あ、お母さんになったんだ、はいはい、やっぱそういうのですね。へえ、うん、というわけで、皆さんの投稿をお待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ、それでは次のコーナー行ってみましょう。まずはこちらのコーナーでございます。それではいきます。こちら、ドーン、オフィシャルスポンサーインフォメーション。さあ、行きましょう。オフィシャルスポンサーインフォメーションでございます。まず最初のブランドはこちら、四季リゾートからのお知らせです。いや、さあ、それでは小春さん、四季リゾートからのお知らせよろしくお願いいたします。はい、四季リゾートから四季ビレッジシムと四季ビレッジ3シムの3シムかな、うん、のレンタル情報をお届けいたします。はい、四季ビレッジシムからご紹介でございます、はい、こちらはですね、1024平米で468プリム使えるんですけれども、はい、月額が3500リンデンドルと、うん、あと784平米で358プリムで、うん、でこちらの方が月額が2500リンデンドルの、はい、2種類のタイプがレンタルとなっております。1500プリムってどんだけプリム取るんだということでございますけど、はい、でこちらの方はですね、1ヶ月単位でお貸しする一般区画でございまして、うん、はい、住居としてもまた店舗としても使うことができます。はい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 。で、あの、一括払いにより、より割引も用意してあるそうなんですね。はいはいはい。で、まず6ヶ月分のお支払いですと 5%、うん、そして1年間12ヶ月でのおし、12ヶ月分1回でお支払いになるということですね、はいはいはい、となると 10% の割引になるということでございます、うん、あ、そうですね。はい、でこちらの方は初期費用といたしまして、はい、ですね、こちらの1ヶ月分の賃料をいただいておりますので、はい、ご契約の時には初期費用ですね、うん、1ヶ月分とご契約をしていただく月分の、うん、お金、お金のリンデンドルが必要になりますので、よろしくお願いいたします。こちらは原則、あの、先ほどから申し上げるんですけど、リンデンドルの方でお支払いいただくようになりますので、はい、
はい、またですね、あの日本円によるお支払いというのは取り扱ってないそうでございますので、その点だけを注意してください。なるほど。はい、うん、でですね、このもしこの四季ビレッジに住まれた場合の特典なんですけれども、ほう、こちらはですね、はい、あの利用者が利用者専用のサンドボックスでものづくりをしていただけるのと、はい、うん、あと四季リゾートの利用者用の専用のそら豆ブログっていうのを準備してあるんですね。はあ、そちらでお店の商品紹介などの宣伝にご利用いただけるという特典がついておりますので、なるほど、ぜひこの機会に行ってみられてはいかがでしょうか。うん、いいですね。はい、でこのままもう一つ続くんですけれども、はい、じゃらん。で続いてですね、うん、あ、え、ま、申し訳ございません。こちらでございます。はい、で現在ですね、四季ビレッジ支部の方でレンタル可能の土地はこちらの、うん、今出ました、マップの方の通りとなっております。ふんふんふん。はい、赤い枠で囲まれたところがレンタル可能なんですね。これ、支部の中心部ですね。はい、そうですね。こちらの方、午後5時調べでございます。はあ、はい、今日ですね。ホットな情報ですね。ホットな情報でお届けしております。で、この支部のメインストリート的な存在 の、はい、あの通りに面しているので、イベントの時だと人通りの多い極角と、はい、そして今度は海に面して見晴らしの良い一区画 の、 あの場所のご準備となっております。なるほどね。はい、こちらの方、詳しい規約などレンタルの方法につきましての情報は、うん、支部のちょうど中心あたりの方にインフォメーションセンターというのがあるんですね。はい、ありますね。でこちらの方でノートカードで入手可能となっておりますので、ぜひぜひ現地の方に行って参考になさってみてください。なるほど。はい、いいと思います。ね、まあ、あの四季リゾートさんね、イベントが多いですから、そういうお店とかにもね、すごくいいと思いますよね。僕ね、どうせイベントをやるんだったら、どうせイベントの、で人通りが激しい、こう、賑やかなところに僕は住んだ方がいいと思う。だからでもそうだ、楽しいよね。そう、その方が絶対楽しいと思う。だから、そうだよね、ここはメインストリートのすぐ前なので。ああ、そうだ、いいと思う。住むにも楽しいですよね。そう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 。はい、そしてまた続くんですけども、はい、じゃらん、こちらがですね、はい、こちらの方は、現在四季ビレッジ3と読むのか3と読むのかなんですけども、はい、こちらの支部の方でもレンタル可能の土地がご準備してございます。はい、でこちらの方なんですけど、こちらは1024平米で468プリムで、うん、はい、月額が3500リンデンドルです。3200ですね。3500。あ、ほんと、あ、これテロップ3200になってるよ。3200で、ちょっと待ってくださいね。確認いたしますので、確認してください。どっちかですからね。はい、はい、どっちかです。はい、どっちかです。で、869平米の、はい、410プリムで、はい、こちらの月額が2800リンデンドル。2800リンデンドル。はい、はい、で、あの続きましてが、784平米で、はい、358プリムで月額が2500リンデンドル、はい、この3種類のタイプがご準備をされております。なるほどね。はい、ちょっと待ってくださいね、スタッフの、うん、はい、まだ回答で出てませんでした、はい、しばらくお待ちくださいませ、はい、そして同じくこちらの方も1ヶ月単位の貸し出しになるんですけれども、うん、一般価格となっておりますので、うん、住居でも店舗でのいずれの利用も可能となっております。なるほど。はい、で一括払い割引金初期費用につきましても四季ビレッジ支部と同じでございます。なるほど。はい、この四季ビレッジ3をご利用の方も四季ビレッジ支部にありますサンドボックス、そして利用者専用のソロメムブログの方をご利用いただけます。はい、そして、1024の468プリム、先ほどの、はい、月額が、判明しました。はい、1200リンデンドルで間違いないそうです。え、え、3200リンデンドル。3200リンデンドルで間違いない。3200でございます。はい、このテロップ通りってことですね。はい、合ってますので、失礼いたしました。こちらで合ってます。はい、さあ、どこが空いてるのということでございますが、はい、こちらでございます。うん、はい、現在ですね、四季ビレッジ3支部の方でレンタル可能の土地はこちらのマップの通りとなっております。うん、赤い枠ですね。はい、はい、現在は1024平米と784平米の2タイプが空いております。うんうんうん、こちらはですね、美しいチャペルがあり、プライベートビーチの確保もされております。うん、は
い、詳しい規約とレンタル方法についての情報は SIM の北東側にありますインフォメーションセンターとなっているところで、ノートカードがこちらの方は入手可能となっておりますので、ぜひぜひ現地まで見に行ってください。なんかこういうところって、はい、お隣さんと仲良くなったりとかするのかな。しますよ。やっぱりするんだ。そう、なんかこう自分が借りたと隣の方がなんかこう綺麗なお姉ちゃんだったりとかするとなんかワクワクしますよね。あ、うち私も SL1 綺麗なお姉ちゃんが隣に住んでるんですけど。お、コマさんの家のアフロヘアの、はい、アフロヘアの、はい、SL1 いはい、誰ですか。あの、みつこさん。みつこさんね。みつこさんSL1 ですよね。 SL1 も美人な方ですけども、もういつみつこさんが、うん、マーティーニのビューティーワイルに出てくるのかってちょっとそれ楽しみですね。楽しみですよね。でもね、あの、はい、自転車でチャリチャリチャリって言って遊びに来てくださったりとか、はいはい、うちも遊びに行ったりとか、はいはい、やっぱりね、お隣との交流って本当にね、仲良くなれば、はい、本当に楽しいですよ。みつこさんはでもね、あの人声めちゃめちゃいい声してますからね。かわいい声だよ。私この間ですね、うん、お邪魔したんですよ、はい、バーに、うん、バーっていうかスナック、はいはい、しゃべってらっしゃいましたもん。そうでしょ。はい、そうそうそう、じゃあぜひ、なんでぜひね、こういうね、いろんなところにお住まいになられると、うん、お隣さんとね、仲良くなったりとかね、できますので。そうですね。はい、でですね、はい、今、両方ともインフォメーションセンターの方で、ノートカードを送ってくださいとお教えしたんですけれども、はいはいはい、じゃあ、それがどこよってことになると思いますので、はい、こっちの方の場所ですね、SL の URL は、うん、番組放送後の、更新されます SLTV の公式ブログでご案内いたしますので、はい、そちらの方で見ていただいて、直接、SIM の方に飛んでいただくといいかと思います。なるほどね。はい。もう楽しみですね。結構埋まってますよね。待ってますね。待ってますね。多分すごく環境がいいんだと思う。本当、でもね、はい、四季って私は結構行くんですけど、まあ、ラビさんの仲がっていうのもあるし、うん、あれなんですけど、うん、絶対にね、人がいるんですよ、このシムって。そうですね、うん、だからお店の人にはもってこいだと思う。いいと思いますよ。イベントもね、どんどんされますしね、うん、はい、綺麗ですしね、シム自体もね、とっても綺麗です。はい、はい、ぜひ仕切りだと思って住んでみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。というわけで以上、仕切りずっとからのお知らせでした。ありがとうございました。お隣さんがどんな人が住んでるかってすごい興味ありますよね興味あります。はい、ありますよね。そんなまあ、マトさんぐらいの土地だともうお隣さんまで行くのにも超遠いですけどね。いやいや、僕のお隣さんも非常にこう、はい、アーティスティックなこう創作活動をしてる方がいらっしゃいまして。 あ、そうなんですか。この間初めて IM で話したんですけど、ちょっとこう刺激されますね。そう、アートにね、目覚める。はい、アートに。そう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 、はい、すごいな、芸術家肌の方が住んでますよね、お隣さん。お友達ができると思いますので、はい、いいですね。はい、というわけで、さあそれでは続きましてこちら行きましょう。こちらのブランドからのお知らせです。それではこちら、ドン、花子ランドからのお知らせです。さあ行きましょう、花子ランドからのお知らせ。それでは小春さん、よろしくお願いします。はい、花子ランドからはこの厳しい残暑に負けないライブのお知らせでございまーす。じゃん。はい、明日ですね、うん、9月11日土曜日、はい、22時からなんですけれども、はい、花子ランドの地上イベント広場にて、みゆきメロディーさんの残暑吹っ飛ばすライブというのを開催するそうです。なるほどね。はい、こちらの方、ソロボーカルの生歌ライブで SL 内で人気を集めていらっしゃいますみゆきメロディーさんの生歌によるライブになります。いいですね。はい、こちらカバー曲を中心に約10曲ぐらいの、うん、歌の方を予定ということでございますね。なるほどね。
はい、でミユキメロディーさんというのは SLTV の正月特番の時の万華鏡の、はい、あちらの方で、はい、公演の方で MC をされていらっしゃった美声、はあはあの方でございますので、はい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 、ぜひ声の方はもうね、皆さん知ってらっしゃるかと思うんですけど、今度は歌声でございますので、うん、なるほどね、ぜひ楽しみに行ってみられて。さっきみゆきさんって来ませんでした？こちらですか？みゆきさん気のせいですか？気のせい、そうだよね、今いらっしゃいますよね。あ、本当ですか？そうそう、さっきね、あ、すいません、ごめんなさい、いらっしゃいました。ねえ、さっき俺、すみません、ご挨拶をしてるのは、あ、来てますよね。来てますよ。すいません、本当にうちの小春全く自分しか見てないみたいで、本当にね、後でぶっ飛ばしておきますから。テロップばっかり見てるんだ、本当に失礼いたしました。テロップ自分のあばらばっかり見てるんだろ。あ、そう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 、やめとけってそれ。どこまで自分のアバター大好きなね。まあ私たちも美声はもう聞いてますので、今度は歌声でございます。明日ですね、ちょうど頑張ってください。頑張ってください。明日何時からですか？明日ですね、22時からです。あ、22時から、ね、はい。もうやっぱり残暑をね、ぶっ飛ばしていただけると本当にありがたいですけども、主にどなたの曲を歌われるんですかね？どんな方の曲を、ちょっと聞きたいです。ちょっと聞きたいというか、どんな、どこにいらっしゃるか、ちょっと小原さん誘導してください。ですね、はい、今会場の席で向かって左側の、うん、一番左側なんですけれども、はい、後ろから2列目にいらっしゃいます。この方ですね、私。僕今ちょっとまだ読み込んでない。ああ、そう、ちょうど、今ちょうどマトさんの一番端っこに。みゆきさん、すいません、僕ちょっといろんなとこちょっと触りますけども、ちょっと待って。はい、足を上げてらっしゃる。そうです、そうです。そうですね。その方です。なるほどね。はい、本当に楽しみでございます。お久しぶりですね、正月以来ですよね。そうですね。どなたの曲をよく歌われるんですか？明日はどんな感じのカバー曲をされるのか。よよっすいません、今呼び込みのためにちょっとクリックさせていただいてます。まだ決まってないのかもしれないですね。これでもあれですよね、女性ボーカルって活動してる方結構いらっしゃいますけど、はいはい、ピンで歌われる方ってそういらっしゃいませんよね。内緒なんですか？です。あ、内緒ですということです。内緒です、行った方しかわからないということです。なるほどね。なんかもう今内緒ですって言われた時にちょっと僕あんまり今脳が起きてないのでまだ僕はいまいちこう脳が起きてないんですけども、はい、よくすすきののお店でお店の女の子に何かを聞いた時に内緒ですって言われた、あの感覚を今思い出しました。うまいなと思いながら今聞いてましたけど、ええか、何気に起きてないとかバラさないでください。でも今ちょっとドキッとしたっていう意味でございます。そういうことですよ。はい、そうそう、よかった。結構それにやられるタイプなんですよ。まあ、もう男性の心をぐっとつかみましたよ。そうそうそう、内緒っていうのはあれですよね、はい、男心をちょっとくすぐるんですよね。あ、そうだった。はいはいはい、ちょっとじゃあ私も頑張って使う。まあ、小春さん使い道がないと思います。なんでいらないと思う。内緒って言われてさ、はい、内緒って言われてさ、って言われたらいいけど、内緒ったら、あ、そうって言われたら嫌だよね。そうね。あ、夏メロをね。あ、夏メロで。いいじゃないですか。いいですね。夏メロっていうことはやっぱり、あ、これさ、年齢はっていうことで、内緒。はい、ちょ、これで今俺忙しいから。あ、もう。ちょっと。今のところは、はい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 、エコーかけるところだから。やった？あのね、勝手にね、そうやって俺の、こう音響をさ、リクエストとして自分のペースでやるのやめてくんない？そう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 、今忙しかったんだから。やって。なるほどね。ミユキメロディーさん。明日22時でます。はい。ハナコランドでライブがあります。はい。なんかぜひ皆さん遊びに来てください。ぜひ楽しみにしてます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。時間あたり行きますからね。素敵。小春さんのやっぱり歌がね。いやいや、私はもう歌はもう全然です。いや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 、小川さんもかなり
いやいや、まあ、次のコーナーに行きたいと思います。まあ、はい、インディーズとは言えないですけど、まあ、小原さんも、ね、インディーズって何？小原さんもやっぱりアーティストですか、ね、アーティストじゃない。そうですよね。まあ、下り的には分かるんですけど、まあ、小原さん、あのね、言っちゃ悪いですけども、はい、エコーっていうのはこういう時に使うわけですよ。ね、この後でね。小原さん、やっぱりこう、リスペクトしてるアーティストとかやっぱりいるわけですね、小原さんもね。いや、私はもう本当に、いらっしゃいません。いらっしゃいますよね。さあ、それでは、お待たせいたしました。3、2、ちょっと待って、どうぞ。斉藤、斉藤。すみません、小原さん、ちなみにそのアーティストの名前は斉藤さん。斉田さんって誰？来るのか、ボヘミアンの。そう、ね、ボヘミアンのね。ボヘミアンはやっぱりあの本当にあの酔っ払わないと歌えませんのでね。ある程度の時間もいただきますし。あのコンディションを整えないといけないってことですか？そうそう、あのだって本当にあの歌を歌った時はですよ、はい、もうなんか知らないけど、はい、あの日ね、2時間ぐらい多分あの前も歌ってたよね。なんかやっぱ取り憑かれたように歌ってましたよ、ね、なんか違う、マトさんがあの日は、うん、今日は小春バージョンで曲を用意してやるって言ってくれたんですよ。はい。それで、どんどん曲をかけてくれて、お前これ知ってるだろうとかかけてくれて、はいはいはい、はい、そんで、多分1時間か2時間ぐらい歌った後がボヘミアンだったんですよ。あー、なるほど。そうそうそう、わかりました。まあ、はい、今、遠くの方のことを言われて全然覚えてなかった。ほんとに全然覚えてません、夜中のことです。9月11日土曜日、明日になります。22時からスタート、はい、みゆきメロディーさん、ソロライブということで。ソロライブでございます、ね。花子ランドの方で開催されます。こちらの方ぜひ行ってみてください、はい。女子の素敵な歌声で、残暑をぶっ飛ばしてしまいましょう。いいですね。ちょっとこのテロップのおへそのあたりが大好きな感じですね。はい。さあ、というわけで、以上ですか？以上でございます。はい、以上、花子ランドからのお知らせでした。ありがとうございました。さあ、というわけで、それでは続きましていきますけど、今なんか出ます。1年近く前、竹下ジェットシティを2時間以上やった、はい、以上やった後です。朝7時過ぎまで、歌って大騒ぎしてたことがありました。あ、はい、ありましたね、そんなことね。ウーマンギータでも。そうですね、懐かしいですね。はい、懐かしいです。さあ、それでは次行きましょう。でもやんとボヘミアンって似てる系、似てる系って。だってボヘミアンともろ方言が出てる系。でもだって、おでもやんじゃないの。それ何、俺知らないんだけど。おでもやん、おでもやんでしょこれが。おでもやんって何。おでもやん、あった、このゴールでしょ。なんなんですか、おてもやん。おてもやんって歌ですよ。あ、おてもやんって歌なの。そうよ。おてもやんってあの、おかめみたいな感じのあの、人のキャラクターじゃないの。そう、それがおてもやんだけど、あった、はあはあ、このゴールを嫁入りしたんではないか。そう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 。そんなの知らん、歌詞よく知ってんね。いや、これはあの、有名な歌ですから。おてもやん、嫁入りしたことはしたばってとか歌う。え、誰が歌うのそれ。誰が歌ってんの。おてもやんか。いや、あの、アーティストの名前ですよ。民謡ですから。ああ、そっか、民謡か。あの、私の歌を聴いても民謡に聞こえなかった。もう一回ちょっと歌ってみて。いや、その、なんちゃらかんちゃら、なんちゃららとかいう、今。セリフ仕立てのところ、3、2、1、どうぞ。おでもやー、あったこの頃、嫁入りしたんじゃないかいな。嫁入りしたこじゃしたまってん。あそこ、その次分からん。すごい、今視聴者の人がもうさーって引いたかもしれん。なんかおばあちゃんの知恵袋みたいな感じの番組になってきたんで。つらいな、もう。さあ、それでは次行きましょう。続きまして、こちらの情報でございます。こちら、ドーン。ジャバラエステート不動産情報。おてもやんって。知らない、その曲。有名だから勉強しなさい。さあ、どうぞ。はい、
9月中はキャンペーンを行っています蛇腹エステートから、今週は蛇腹ランドのレンタル情報をお知らせいたします。はい、じゃん。はい、こちらのテロップで数字の入っているところがレンタル可能区域になります。グリーンの区画35681314は、28m×28m で230プリムで、月額が1500円となっております。はい、でリンデントルでお支払いの場合は3750リンデントルになります。そしてブルーの区画、24792015なんですけれども、こちらは 28m×28m で230プリムになりまして、こちらの方は月額が1250円ですね。はいはい、リンデントルでお支払いになられますと3125リンデントルになるんですが、はい、こちらの方広さとプリムは同じなんですけれども、メインの通りに面しているかとか立地条件でお値段がちょっと変わっているような形なんですね。そしてこの土地なんですけれども、じゃらーん、こちらの方なお3ヶ月以上のご契約でございますと 10% オフになります。おい、わ。そして4区画まとめてですと、ですね、こちらの方は月額が5000円、でリンデンドル払いですと12500リンデンドルとなるんですね。はいはいはい。そしてこのご契約の方も3ヶ月以上のご契約の方で 10% オフが適用されるということですね。で、ただいまですね、初期手数料は1ヶ月分のところをキャンペーン期間の9月末までなんですけれども、この初期手数料が無料となっております。なるほど。はい、そして、忘れてはいけません。はい、じゃん。おう。そしてもちろん恒例の SLTV 特典といたしまして、はい、すいませんね、変な声で SLTV の番組を見ましたと言っていただければ、さらに1ヶ月分の家賃も無料になるんですね。おう。はい、ですのでもうお得お得の9月でございますので、皆さんこの機会に、そうね、はい、蛇腹ランドの方にも遊びに行ってください。ぜひ行ってみて。はい、でこちらですね、蛇腹エステートの方ではこの他にも1ヶ月500円のワンコインリゾートから1シム丸ごとレンタルまでございますので、どうぞお気軽に蛇腹さんの方に IM をされてみてください。1シム丸ごとレンタルってすごいですね。おいくら前なんですかね。おいくら前なんですかね。なんか多分私みたいな庶民派には届かない感じですけどね。ていうか1シムだとまだ、やることがないから寂しいかも、私。まあ、多分ね。なんか一シム借りて隅っこの方にもう小屋みたいなのに来たんだよね。そう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 。やっぱこういうのはさ、まあ、最初からこう目的っていうかさ、そうね、こういうのをしようって思って借りた方が絶対いいね、一シムだと、ね。でも案外されて小原さんが一シム借りて隅っこの方に家を建てて、そこに住んでて、みんなが来た時に、小原さんこの土地何使ってんの、グラウンドって言われたらもうそこまでだね。グラウンドかよ、みたいな。グラウンドなんだね。何もないのね。そう、何もない、何もない。そうそう、普通のさらち。そう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 。ああ、いいですね。そう、やっぱりこう、秋はさ、やっぱみんな、心機一転っていうかね、新しいことを始めたりする人も多いと思うから、やっぱり9月、10月の境はちょっと大きいですよ。ほんとね。うん。これはぜひ楽しみですよね。楽しみです。はい。なんかね、1ヶ月の500円の、あるでしょ、うん、かっこいい建物にもちょっと住んでみたいような気がするんですよ。住んでみればいいじゃないですか。なんかね、まだ勇気が出ない。なんかちょっとどうですか、 SL でやってみたらどうですか、別居っていうの。あ、別居ですから。ああ、今すでに別居ですよね。別居ですから大丈夫です、はい、私は自分の部屋が好きなんです。ああ、なるほど。そうそうそう、別居ね。別居でございますか。まあまあまあ、まあ、そう。でもほんとワンコインの建物って皆さん見たことあるかわかんないですけど、めっちゃかっこいいですよ。あ、ほんと俺見たことないんじゃん。これね、ぜひね、あれ借りてみたいもん、私。いや、ほんとだけど、なんかね、やっぱりほら自分の部屋もあるからっていうのがあって、なかなかまだ挑戦してないけど、かっこいいです、建物が。へー、見てみよう。ぜひ、蛇腹ランドの方にも遊びに行ってみられてはいかがでしょうか。ぜひ行ってみてください。はい。以上かな。はい、以上でございます。以上、蛇腹ランド、そしてオフィシャルスポンサーインフォメーションでした。ありがとうございました。
やっぱりこう土地はあった方がいいよね。やっぱり自分の城をね、持ってた方がやっぱこう、はい、いいです。そうですね。はい。そう思います。さあそれでは、はい、ちょっと待ってくださいね。はい。よいしょ。今なんかがここに来てるけど見てなかった。まあいいや、このまま行ってしまおう。はい。あ、はい。さあそれでは、あ、はい、次のコーナー行ってみましょう。次のコーナーこちらでございます。こちらドーン、耳ナビ情報噛んじゃった、耳ナビ情報局噛んでるし、絵はびっくりだし、もうほんとありがとうございます。ちょっと今衝撃を受けましたねなぜこの耳ナビ情報局のこのテロップで、はい、うちのスタッフは遊ぼうという、なんかさ、ね、ここだけがや、あの、ここだけが SLTV っぽくないよね。そうですよね、別空間ですよね。別だよね。そうですね、はい、さあ、というわけでそれでは行きましょう。耳鳴り情報局、情報よろしく。はい、じゃらーん、うん、はい、SLTV アートディレクターの南京さんなんですけれども、はい、静岡で明日から開催されます、はい、東海道工作展に参加されるそうでございます。よっ、これリアルのお話ですかね。はい、リアルな方のお話でございます。はい、で、工作展とは2002年より安西はじめ氏の発案によりまして、うん、宿題と工作をテーマに開催されておりますシリーズの企画展なんですね、うんうんうん、で、今回は工作展初めての地方展開といたしまして、うん、はい、東海道工作展というのを開催されることになったそうでございます。なるほどね。 はい、こちらの本展なんですけれども、こちらはイラストレーターや漫画家、うん、アーティスト等が創作の原点に立ち戻ることをコンセプトにしておりまして、はい、うん、工作の宿題を先生に見てもらうという形での展覧会になるそうなんですね。なるほどね。はい、はい、はい、で、この会期中には、うん、安西はじめさん、うん、朝倉さん、こちらは朝倉世界一さんと、世界一さんですね、はい、はい、で、こちらが白根ゆたんぽさん、うん、で、知り上がりことぶきさん、はい、高橋金太郎さん、はい、凪野高弘さん、はい、そして南京さん、はい、そしてミック板谷さん、はい、で、パラダイス山本さんなど、はい、はい、現在の日本のクリエーションを代表されます、そうそうとるメンバーですね、はい、クリエイターさん9名によります、うん、ワークショップと、うん、なんとトークショーも開催されるそうなんですね。なるほどね。はい、いいですね。さてさて、この情報を聞かれまして会場に行きたいという方もいらっしゃると思いますが、うん、会場は静岡県静岡市のクリエイター支援センターというところだそうです、うんうんうん、で、こちらもともとはですね、うん、小学校の建物だったところを、あ、俺知ってるここ。あ、本当ですか、うん、で、クリエイター支援のためにさまざまな企画、イベントが開催されている施設だそうなんですね。あー、なるほど、はい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 、はい、で、こちらの開催時間が午前10時から午後8時半までとなっております、うん、なるほどね。で、今回はあのワークショップやトークショーなども行われまして、うん、あの施設の2階なんですけれども、こちらでは参加アーティストたちをご紹介する展示なども行っていらっしゃるそうです、うん、で、3階ですね、3階では明日11日午後4時、4時ですよ、はい、で、こちら参加アーティストたちによるトークショーが開催されるんですね。おー、はい、そしてこのトークショーの方の参加希望者がすでに定員に達しているそうなんですけれども、うん、なんとユーストリームによりますこのトークショーの生中継も予定されているそうなんですよ、うん、おー、いいじゃないですか。はい、ですので今ご覧いただいている方もご自宅からご覧いただくことができるんですね、うん、はいはいはい、そちらの方でぜひお楽しみになってみてください。なるほど、いいですね。はい、話の内容が分かってない方いらっしゃるかもしれませんけども、はい、このその東海道工作展に出るこの南京さんという方がうちの、SLTV のアートディレクターなんですよ。はい、わはは本舗というところの劇団、皆さんご存知だと思いますけど、そこの南、はい、そこに所属しているという俳優でもあり、アートクリエイターでもありイラストレーターでもある南京さんが、はい、うちのスタッフで、そして今回この東海道工作にも、参加すると
はい、おなじみなんですね。そうですね、あの南京さんってトークもね、あのあめちゃめちゃ面白い方ですから、はい、ちょっとトークショー楽しみですよね。そうですね。で、あのちょっと余談になるんですけども、はい、この工作展、はい、で今回7回目なんですって。で今うちのスタッフのリーナーが書いてましたけど、はいはい、前回第6回の時その工作を見てくれた先生、はい、要するに先生に見てもらうっていうそのスタイルの、ああ、そっか、そうですね。その先生は木村カエラさんだったらしい、はい、素敵じゃないですか。うん、見てみたいですね、これね。素敵、見てみた。これ本当ユーストリームで見た方がいいですね。皆さんご覧になれますので、はい、あ、なんか静岡だから行けないじゃなくてね、うん、皆さんご覧になられますので、ぜひ、はい、あの4時からでございますので、4時からです。はい、はい、ください。で、まだちょっと情報があるんですけども、はい、こちら、読書が終了後には各アーティストが制作するオリジナル茶室での、うん、家茶会も予定されているそうなんですね。はあ、はい、この工作展の入場は無料となっておりますので、期間中近郊にお住まいの方はね、ぜひ直接行ってみられるのもいいかと思いますが、うん、行ってみてください。はい、詳しくは主催の福岡クリエイター支援センター、うん、こちらの方は CCC と言ってらっしゃるそうなんですが、こちらのサイトをご覧になってみてください。 CCC ね、 CCC でございます、はい、あとですね、こちらの番組をご覧の方は、あの、はい、SLTV の公式ブログの方でも番組終了後にあのご案内させていただきますので、そちら参考になさってください。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、これは楽しみですね。南京さん、これ大変、すんごい準備で大変だって言ってましたから、本当頑張ってほしいですね。あのツイッターであのフォローしてるんですよ、はい、南京さん、はいはいはい、はい、たらやっぱりまだ東京なんだけどとか今日言ってらっしゃいました。今日明日静岡入りするのかな。あ、わかんない、それはちょっとわかんないですけど、はいはい、まだ東京みたいなことをつぶやいてましたね。でも台風ずれてよかったですよね。あ、そうですね、喉あたりでしたよね。ぜひ、はい、ね、無事に行き着くことを、そうですね、心配しておりますけども、はいはい、東海道工作展、こちら、9月11日から10月9日まで、やっております、はい、そして、SLTV のアートディレクターの、わはは本舗の南京さんも、うん、こちらの方に、出展するということです。はい、楽しみです。静岡の方ぜひ行ってみてください。そしてトークショーがありますけども、こちらの方はユーストリームの方でも放送するそうなので、そちらの方、はい、ご自宅からでも見れますから、ぜひ楽しんでください。楽しんでください。よろしくお願いします。というわけで以上ですね。はい、以上ミミナビ情報局でした。ありがとうございました。これいいっすね。でも、ほんとさ、今日思ったけど、私、めのちゃんのツイートで、はい、ちょっとあの、伊集院静香さん、あ、しのぶさん、うん、あの、体格のいい方、体格のいい方は伊集院光さんじゃないですか。あ、光さん、ごめんなさい、誰、本当にごめんなさい。あ、誰、あの方がご自宅かわかんないんだけど、はあ、あの、芸能人のライブをやってたりとか、うん、あと、あ、名前忘れちゃった、お笑いの人たちが、うん、こう自分たち の, そのプライベートを iPhone を使って、うん、ライブとかをとってもユーストリームって盛んに今やってるんですよ。はいはいはい、だから本当にね、ユーストリーム皆さんこう時間があったらご覧になると、いろんなイベントやってるなと思って、うん、いいと思いますよ。ね、本当に楽しいと思いますので、うん、明日はぜひこの4時からでございますので、ご覧になってみてください。はい、はい、ぜひご覧になってください。さあ、というわけで、それでは行きましょう。続きまして、こちらのコーナーでございます。それでは、こちら、ドーン、ザ・竹下投稿団。さあ、というわけで、ザ・竹下投稿団でございます。はい、皆様方から投稿いただいて成り立ってるコーナーでございます。そして、この、ちょっと物悲しい秋が間もなくやってきますけども、そんな秋、はい、恋愛の秋でもあります。はい。恋愛の秋。そうです、恋愛の秋。なるほどね、わかりました。さあ、そしてこの少子化の日本、この問題の解決策の一つになればいいなということで、恋愛増強計画第1弾ということで、本日の竹下投稿団、はい、テーマはこちらでございます。こちらドン、恋愛を知るためには別れを知らなければいけない、別れた人たちを思い出しましょうということで、
今まで別れた人を思い出してください。今ね、はい、今一瞬テロップが、はい、別れた人を探そうって見えてそんなにお金のかかるコーナーやりません。経費のかかるじゃないですか。人探しとかちょっとやってます。 SL で SL でやってみようか。やって、もし誰かで、ね、いない人を、そうね、探してらっしゃったら探してくださいみたいな感じで竹下で呼びかけますので。そうですね新しいコーナーを作りますか。ちょっと今、そうそう、別れた人を探そうに見えた。本当にじゃあ、あの人を探せみたいなね。そうそうですね、あの人を探してとか、そういうコーナーで。それちょっと、行きましょうか。ぜひ撮ってください。はい、SL の中でですね、はい、SL の中でですよ、必ず。SL の中だけですからね。はい、そうです。その代わりアカウントを変えたりとか、はい、アカウントがなくなってるやつは別にそれで OK です。それはもう番組の本編中に、私たちこう SLTV のスタッフ総力を挙げて、はい、この方探したんですけども、ねえねえねえ、例えばさ、はい、小春を探せでさ、私を探すとするじゃん。例えばですよ、はいはい、そしたらもう私は別な人になってたと、はい、そしたらさ、別な人が来てだよ。例えばまあ誰でも花子さんでもいいんだけど、うん、誰でも花子さんの近くにいらっしゃった、うん、で誰でもいいんだけど、うん、なってて、うん、この人が小春さんですよとか言われてるのとか面白いよね。まあ、言われた方ははぁ、あ、ぐらいしか言わないの。ほかーん、この人が中身は小春さんですよみたいな。あそう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 、だから中違うんだよみたいな。もうこの人だけど、あなたの探してる小春さんは今はもう花子さんになってますって。なるほどね。そう、たらあれいいでしょ、ごめんなさい、このコーナーはやらないことにします。めんどくせえもんだって。そんなのアカウント変えたいってことも、めんどくさいもの。やべえやべえ、じゃあ、そうそうそう、もう一回企画を、はい、練り直さなきゃいけない、ね、練り直さってから、はい、すいません今の発言でした。そうですね、というわけでやっぱりこう恋愛っていう部分ではもう別れっていうのももうね経験されてらっしゃると思いますか皆さん。はい、でその別れた方を思い出しましてですね、まあそのどんな方だったのか、そしてどんなね思い出があるのか、その辺をこうお伺いします。まかり間違っても別れた人の文句を言うコーナーではございませんか。違います。その時の自分のこう気持ちみたいなものとかをねちょっとさらっと書いていただくととてもこの自分を振り返ったりするのにいいですよね。そうですね、ハイクオリティな感じの投稿、はい、コーナーなんではないかと思うわけですけど、はい、そうですね。小原さんは別れ、他の別れはありますか、なんか話題的には。別れたってこと、付き合ってない人とかいる。例えばほら、片思いの人たち。ああ、まあまあ、それも OK にしましょうよ。もうね、はい、ずーっと片思いだった人が、はい、なんだろう、こう、その人ね、うん、すごい心の深い人だったんですけど、まあほら、私とはお付き合いはしなかったんですけど、はいはい、でもすごくほら、いろんなところで声をかけてくださったりとか、うん、ね、勇気つけてくださったりっていう人がいらっしゃって、うん、でやっぱりその方も、うん、すごいんですけど、私ってまあマトさんも知ってますけど、まあ、ダイエットしたりとか、はい、太ったりとかね、そういう話よく聞くじゃないですか。はいはいはい、聞くでしょ、はいはい、なのにね、はい、本当にその方ってすごい言い方だったんですけど、うん、その方素敵なままですよ。ビーズの稲葉さんに似てるんですけど、顔が。おそれ本当にそれぐらいイケメンで、うん、みんなほら地元市とかにも乗るぐらいの人だったんですけど、うん、でもその方のいいところは、例えば私がまあ10年後ぐらいに会ったんですよね。そしたら、うん、ちゃんと私のこと誰もわからないですよ。ほらやっぱりね太ったり痩せたりしてるから、うん、だけど誰々さんだよねって言って覚えててくださるの。そりゃ小原さん、ひょっとしてその人脈ありじゃないですか。マジで。そうそう覚えてないですよ。ここからね、誰々さんだよね、久しぶりって、あの時はこうだったよねって、今何してらっしゃるんですかって言って、やっぱほら、見かけってさ、変わっちゃうと、はい、どうしても、私大学時代の時にその方とお目にかかってたので、もう10年って言ったら30ぐらいでしょ。はいはいはい、はい。そしたらさ、ほら、化粧をしてたりとか、やっぱ、はい、変わってるわけですよ。まあ、ビフォーアフターですね。そうそう、ビフォーアフターなのに、はい、で他の方でも分かられなくって通り過ぎる人、同じ時代のサークルで一緒だったけれども、はいはいはい、多かったのに、その方はすぐ私を見て、うん、あ、誰々さんですねって。それはね、小春さん片思いだったけど嬉しかった。大物逃したかもしれないですよ。ねえ、逃した魚は大きかったかもしれない。大きい。
ね、めちゃめちゃその方心の広い方で、そうですね、本当にみんなにも慕われてらっしゃった。あー、なるほどね。じゃあね、多分ね、全員にそうなのかもしれない。多分そう思うんですよ。そうだろうね。細かい、細やかな男性の方だったんで、すごいですよね。はい、もうほんとそうだよね。だから片思いだったけど、やっぱり覚えててくださるとね、嬉しいでしょ。もうそうですよね。素敵なって。もうじゃあ、告白もしないままで終わったわけですね。全然、二人で出かけたことも一回ありますけど。なるほど。でも全然そんなこと言えずに。小原さん、実はですね、はい、結構恋愛増強計画っていう目打ってるわけですから。はいはい、まあ、そう簡単に目打たないわけです、僕もね。はい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 。で、そのビーズの稲葉さんにのね、はいはいはい、その方、はい、番組で探しました。まあ、はい、まあ、探して、ええ、今日ですね、ええ、この会場の方に、はい、いらしてます。もう驚くのも大変なんですよ。こちらの方にお呼びしてもよろしいですか。はい、はいはい、よろしくお願いします。わかりました。はい、それではお名前の方をお呼びしてもよろしいですか。はい、この方、やっぱりリアルの方は、はい、アバター的にはビーズの稲葉さんみたいな感じ。そうそう、てか、リアルはそんな感じなんですけど、リアルはそうです、そうです、そうです。実はセカンドライフの中でちょっと変わったアバターでして。ああ、そうなんだ。はい、はいはいはい、名前の方がですね、はい、メノスグランデという名前です。あ、あれうちのスタッフか。あー、ごめんなさいね。さあ、というわけで、本日の投稿テーマは別れた人を思い出そうという、はい、テーマでございます。皆様方の恋愛、はい、別れた あの人、はい、どうしてるのか、そんなあの人を思い出してみてください。はい、よろしくお願いいたします。投稿の方は先ほど言いました通り、投稿フォームの方から、送ってください。そして匿名希望の方は必ず匿名希望と書いてから、投稿の方を送ってください。名前の方を書いて送ってください。よろしくお願いします。この声ちっちゃいですね。はい、よろしくお願いします。あーあーあー、飲み物をいただいちゃいました。やっぱりね、はい、ああ、はい、ということで、皆様方の投稿を書いてる間、今日もリアルのインディーズアーティストの方をご紹介していきましょう。じゃありませんが、あ、そっか、はい、そうですよ、はい。今ちょっとすみません、もう休憩時間です。なに、休憩時間がないですかね。僕さっき聞いた話言っていいですか、ここで。どうぞ。とんでもない話なんですよ。この方ね、曲の最中にね、トイレに行ったりとかいろんなことしてて、曲を聴いてないって言うんですよ。ほんと、ふざけた人ですよね。ほんと、ここ言いますけれども、番組やっぱ長いじゃないですか。っていうか、僕休む時間ないんですよ。まあ、マトさんは置いといても、長いので、この間ですね、スタッフの、連絡の場所があるんですよ。そこで、すみません、私トイレに行きますので、曲の間に、私に曲の感想とか聞かないでくださいって打ったんです。そしたら、ガズマちゃんが行ってらっしゃいって言ってくれたんですね。うちのスタッフですよね、ガズマっていうのはね。そうそうそう、そしたらですよ、マトさん終わった後に、小春さん、この曲どうですかって。毎回聞くんだからトイレなんか行くなっちゅう話ですよ。曲の最中に長丁場なんですから仕方ないじゃないですか。行くときもあるんですよ。あのね、僕も頑張って最初にトイレ行ったきりなんですから。最初にトイレに行ったきりなんですか。そういうのをちゃんとやってください。そうですよね。この曲の後もまたあなたに感想聞きますので。分かります。先に言わないでください。はい、さあ、というわけで今日ご紹介するアーティストでございます。今日ご紹介するアーティストは、はい、スキアというアーティストですね。スキア、はい、かわいい、綺麗、かわいい、いいっすね。いいな、はい、素敵。今こちらの方に情報がありました。今回、はい、アーティストの方も番組を見ておられるそうですということで、
なんでトイレトークとかすんのよ、それなのに。月夜さん大丈夫ですよ、今回はこの小春しっかりとあなたの曲を聴いて、ね、聞最後にコメントも言います。毎回じゃないですよ、本当にこれ、言ってきますけど毎回じゃありません、10回やったら8回ぐらいですからね。違いますから、はい、本当に、もう、マトさんオーバーに話しましたけど、今までに1回しかありませんから。そうですね、月夜さん、本当にごめんなさい。さあ、ご紹介しましょう、この月夜さんですけども、大阪出身で、今現在も大阪に在住の R&B の女性シンガー、ソロシンガーですね、はい、マライア・キャリーのエモーションズ、こちらにですね、非常に影響を受けまして、14歳からボイストレーニングを開始したんですって。14歳からボイストレーニングって、早いわけではないんですよね。本当にこう、なんか昔からこうボーカリストを目指されている方で、非常にだから実力のある方なんだなとすごく思うんですけど、2006年、こちらですね、なお YMT という、こちらのコラボ企画がありまして、こちらに WIT に参加しまして、ブーンブーンブーンという曲があるんですけど、こちらが配信された、R&B のチャート第3位を獲得した。で、曲聴いてもらえば分かるんですけど、非常に実力のある方、本当にクオリティの高い方なんですけど、で、2008年にはですね、ガールズコンビ、こちら、ガールズビーアンビシャスという、これはビクターエンターテインメントからこれ発売になったんですけど、はい、愛してるという曲がですね、収録されてますけども、さらにですね、こちら、はい、ユニバーサルシグマ発売の、はい、先ほどありました、なお YMP、はい、こちらのですね、はい、WIT ファーストシーズンにて、はい、新曲の OK、こちらが非常に好評だったそうです、はい、自分の中ですごくリリックに乗せたエモーショナルなボーカルで、これ非常にストレートな感じで表現されてますから、声自体も非常にこう透き通った感じがあるんですけど、ね、パンチがあるというか、はい、やっぱ R&B の、良さをこう存分に出してるボーカリストだなと非常に思うんですけど、やっぱり非常にファンの方が多いそうです。おー、はい、そうですね、この方実はですね、今ですね、非常に、はい、有力な情報が入りました。はい、現在ですね、はい、EO ミュージックトライアル2010、はい、EO ミュージックトライアル2010の第一次審査を通過して650組の中の33組に今現在選ばれてるそうです。で、現在ウェブ投票を行ってるそうです、はい、これ9月30日までだそうなんで、ぜひ皆さんこの、ウェブ投票の投票してみましょう。ぜひもうよろしくお願いします。はい、はい、そしてですね、はい、11月28日の日曜日に、ビッグキャットで行われるファイナル、この今の、はい、EO ミュージックトライアル2010ですね、こちらのファイナルが11月28日に行われそうなんですけども、はい、こちらに残れるのが5組だそうです。この5組にこの、ね、スキアさんをぜひ、送り込みたいですね。はい、はい、今年こそは絶対にファイナルに行きたいので、ぜひ皆さんご協力お願いしますということでコメントをいただいて、すいません、はい、松さん、はい、6組残れるそうでございますね。6組だそうです。はい、はい、あ、6組って書いてました。はい、はい、今5組に見えたのは、さっきは5組って ましたさっきは5組って書いてたのに、今は見たら6組って書いてるからきっとこの間に1組追加になったかもしれない、はい、追加になったと思います。お世話になってますけども、投票先なんですけども、投票先 URL、はい、こちらはですね、ツイッターの SLTV 公式アカウント、そして番組放送終了後の更新されますこの、SLTV の公式、ブログ、こちらの方でもご案内しますということで、ぜひ投票してみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。非常にこの好きなさん、このなんかこうちょっとこうあったかめの綺麗な感じのお顔立ちですけど、なんかすごい素敵な、うん、これ写真っていうかね、まあご本人が素敵だからね、本当素敵だな、はい、はい、この素敵な好きなさんが、はい、今日こちら竹下さんにご紹介する曲なんですよ。はい、たっぷりと聴いてもらおうと思います。それではこちらの曲聴いてください。
こちら。さあ、それではご紹介しましょう。スキアです。曲はスノーフレークス。聞いていただきました。いかがだったでしょうか、小春さん。はい、ちゃんと聞いてました。バッチリ聞いてた。バッチリ聞いてました。なんかちょっと冬が待ち遠しい。これからのこう季節にはかなりいい感じの曲で、あのなんかね、はい、本当、まあお顔もねすごい素敵なんですけど、うん、あの お声とその何、はい、なんだろう、すごい聞きやすくって、うん、これ、わかる、その皆さんが応援されてるのが。そうですね、うん、そうよ。先ほど、この曲の最中にですね、はいはい、ちょっとお話が僕のところに来てたんですけど、はいはい、大阪の方では結構知ってる方もいらっしゃるみたいで。あー、そうなんですか。確かに可愛いですからね、綺麗ですね、素敵、声も素敵ですね。皆さんもぜひ今ね、あの会場の方にも、はい、あの投票先が出ましたからね。あ、出ましたか。はい、はい、ポチッと済ませていただくと。そうですね、はい、こちら、先ほどご紹介しました通り、今、EO ミュージックトライアル2010、はい、
ということで、こちら今650人の中から33組の中にまで絞り込まれてその中に入ってますから、最終ファイナルの6組の中にぜひケイさんが入ることをですね、期待しまして、はい、ぜひこちらの方、先ほど出しました投票先、こちらの方から投票してみてください。はい、よろしくお願いします。皆さんどうぞよろしくお願いします。これでも嬉しいですよね。もうだって650人の中から3、それだけでもすごいですよね。本当にすごいことですよね。すごいな。でも本当にね、毎週毎週ここで、いろんな方をねご紹介させてもらってる中でも、はい、音楽って本当さ、本当にキリもないし果てもないじゃないけど、どんどん無限大に広がっていくものだね。そうですね、人がね生きてる限りずっといろんなメロディーが生まれていくんだなと思う。いや、やっぱそうなんじゃないですか。昔から脈々とね続いてきてるんですから、はい、歌のパワーがすごい。そうですね、僕が思うのは本当になぜこう神はね、こう二物以上のものを一人の女性に与えるんでしょうかね。そうですよね。綺麗だわ、歌はうまいわ。私もちょっともうちょっと歌がうまかったら。何がですか。歌ってたのにな。もうちょっとうまかったらね。もうちょっとだけうまかったらね。もうちょっとだけうまかったら、ほんのちょっと、もうちょっとうまかったら、まあ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 、そうそう、ちょっとね。あとメロディーを取る力が私にあった。そうそう、メロディーをこうねちゃんとこう正確に音程をこうねせめて人並みぐらいに音程をこうキープできてね。ほんとね、そしたらで歌詞を間違えなければね。ほんと歌詞も間違えないから。でもそしたら何も残ってねえじゃんよ。何も残ってないと。素敵ですね、本当この歌は。はい、そうですね。クリスマス待ち遠しくなりましたけども、待ち遠しくなる。これでも、はい、その季節には非常にいい感じだと思いません？あ、これってもしかして、はい、その時期に多分本戦っていうか来るのかな。どうなんでしょうね、そうかもしれませんね、はい、はい、あ、11月28日だから。そう、28日だからね、ちょうどそれくらいだから、ちょうどいい感じの時ですよ、ね、曲がちょうど出た時は。そうですね、ね、準備が始まっていい感じですね。いいじゃないですか。はい、さあ、というわけで、はい、ご紹介しました、あ、スキア、あ、こちらの女性アーティスト、そのシンガーですが、皆さんでご紹介して、ご紹介で応援していきましょう。さあ、そして、はい、セカンド FTV で、様々なリアルのインディーズアーティストの方ご紹介してます。こちらのアーティストの方、ご紹介するにあたりましては、音楽の著作権、そして著作隣接権を持ってますアーティストさん、そして、レーベルさん、レコード会社、各それぞれ皆様方のご協力によりまして、はい、こちらの SLTV の方でご紹介しています。これからもよろしくお願いします。そして応援してくださいね、ぜひね、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけで本日の竹下投稿団、皆様方からいただいた投稿の方ですけども、今見てます、来てますね。さあ、そして今日のテーマ、再度ご紹介しておきましょう。今日は恋愛増強計画第1弾ということで、今日のテーマ、別れた人を思い出そうという、はい、この無謀なテーマでございます。はい、さあ、というわけで、はい、行きましょう。それでは早速ご紹介してみましょうね。どんな投稿が来るのか楽しみです、はい、さあ、僕のポケットから投稿の方ちょっと、あ、はい、ありました、ありました。さあ、それではご紹介しましょう。まずはこの方でございます。匿名希望の方からいただきました。女子セカンドライフユーザーの方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、今日のこのテーマ、はい、もう早速一発目から、あ、結構パンチあるのねっていう感じ。ああ、いいですね。はい、はい、こちらね、すごいですよ、はい、ちょっとこれ、ご紹介しましょうか、じゃあ。はい、はい、さあ、それではご紹介しましょう。この方からいただきました。匿名の、匿名希望の方からです。はい、私を捨てて消えた人、私をもてあそんで消えた人、熱く燃えた日々は何だったのか、なんて人は今までいなかった、てん、あ、え、いなかった、あ、いなかったんだ、いなかったんですよ。
なんだよ、私を捨てて消えた人、私をもてあそんで消えた人、熱く燃えた日々は何だったのか、はい、なんて人は今までいなかった。いないんだ。一瞬 BGM まで変えようかと思った。俺よかった、変えなくて。最後がっかりだったもんね。もうこれからぜひ会えます。そうそう、これからもぜひこの熱いこのね、このそうそうそう熱いこう恋愛ができる相手を見つけてください。そうです。そして本当に捨てられてください。そして本当に捨てられるって、そう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 、 なければないでいいけど、ね、本当にもてあそばれてください。経験かもしれませんね。本当に熱く燃えた日々は何だったのかと後からね思えるように思うっていうのはいいですね。いいと思いますよ僕は。はい、ということで匿名希望の女子の方からいただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあそれでは続きましてこちらの投稿いってみたいと思います、はい、今日たくさん来てます、はい、全部読めなかったらごめんなさい。ごめんなさい。さあそれではこちら行きましょう。匿名希望の方ではありません、リーナさんからいただきました。女子、はい、セカンドライフユースリムユーザーの方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。小学校5年生から6年生まで付き合っていた。5年生から6年生まで付き合っていたって小学校だぜ。そ、付き合ってたって言うの。まず、まずてんな。ああ、小学校5年生から6年生まで付き合っていた初恋の男子マー君は大阪からの転校生でした。はいはい。他のやつが真似する大阪弁は気持ち悪いけど、おまんのは気持ち悪ないからお前だけは喋ってええでと言ってくれました。落語家志望だった彼は誰もいなくなった教室で私だけに英語を聞かせてくれ、あ、落語を聞かせてくれました。英語じゃねえ、落語を聞かせてくれました。私は中学受験で、私立に入ることになり、小学校の卒業式で会ったの最後にそのまま縁が切れお別れしてしまいました。まだ幼かったので同じ学校で毎日会えるということがなくなってしまうと、どうやってボーイフレンド、ガールフレンドでいたらいいのかお互いが分からなかったのです。高校の頃まで、の消息ではマー君はその後も落語家を目指していたと聞いています。桂一門に入っていたらいいのになぁと思います。なぜ桂一門限定か。なるほどね、なるほどね。可愛い思い出ですね、やっぱり。そうね、ちょっと思ったんだけど、私もね、はい、本当また片思いの人の話しちゃうけど、私もマー君っていう人が好きだったんですよ。はぁ、あ、はぁはぁ、やっぱり男性はマーがつく人はマー君って呼びやすいのかな。僕マートですけど、マー君って呼ばれたことないですね。ないの。ない。いや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 、あ、マートさんもマー君でいいよ。やっぱマーがつく人はマー君だよ。いや、すごく激しくお断り。私もちょっとそれで、あ、みんなマー君って呼ぶんだなと思って今の話聞いてました。昔、マト君って呼ぶ人がいて、うんうん、僕のこと一人だけ。はいはい。なんか嫌でしたね。マト君も嫌なんだ。あんまなんかしっくりこないんですよ。あ、なるほど。僕あのリアルの方の名前は結構それ系で呼ばれることが多いんですけど。それ系っていうのは、そういう系、マークみたいな、そんな感じですよ。あー、そうだった。マトチンとかはよく呼ばれます。はい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 、マトチンって呼びます。はい。まあまあね、でもこの方は、はい、落語家を目指してる。ほんといいですね、うん、はい。まあ、息が長いお商売なんでね、落語家。そうね、小学校から中学校まで、はい、小学校5年生から6年生まで付き合ってる。マー君、これ、落語家。かわいい、いい思い出だな、これ。今、実は現在もね、はい、実はもう落語家として本当に活躍されて、実は笑福亭鶴瓶さんだったらどうする？私、鶴瓶さん好き。俺も結構好きだね。ね、自分で、どこが好きとか言ってるぐらいだから。そうそうそう。いいですね。そうだね。はい。ありがとうございました。あ、さあそれでは続きましてこちら行ってみましょう。こちら T。 はい。
この方からいただきました。こちら行ってみましょう。はい、投稿ネーム同盟会会長さん、同盟会会長さんからいただきました、はい、女子セカンドライフユーザーの方からいただきました。今度私結婚式をやります。その結婚式の披露宴に別れた彼氏が参加します。友達として呼びました。旦那も了解済みです。なるほどね。これリアルね。リアルでしょ。あー、僕呼ばれたこと何回かありますけど、はい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 、旦那は知らなかったですからね。あー、でもバラされたんだよね。そうだね、バラされた。そう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 、それは覚えてますからね。友達としても呼べるっていうことはいいことですよ。あ、そう、やっぱりそういう時は、喜んで行かれるんですか、やっぱり結婚式に。全く何にも気持ちがなかったら喜んで行きますね。だから僕の時はもう喜んで行ったんですよ。僕だから行って歌ってきましたからね。あー、そうですよね、うん、でも、はい、その付き合ってた当時を知ってる周りの友達が僕が行くことにすごく反対しました。はい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 、はい、で、酔っ払ったその友達がぐでんぐでんになって、こう客席の方にいる僕に、はい、お前はなんでここに座ってんだろう、お前はいなきゃならないのはあそこの高砂の席だろって酔っ払ってね、騒ぎだった。お前がやめてくれみたいな。お前がやめろ。うわーすげー。でもそいつはですからね、その式場に行くまでの間、ずっと僕に、お前大丈夫だ、お前なんかもし周りから言うたら俺がフォローしてやるからって言ってたやつが酔っ払ってそういうやってましたからね。そういう人に限って自分からみたいなね。そうなんですよね。あ、でも友達として呼べるっていうことはいいことだ。そうですね、だってもう かつてはやっぱりね、いろんな悩みを共にした人ですからね、うん、旦那が複雑な気持ちかな、これ。だからやっぱり旦那さんのご理解と、あとはやっぱりちゃんと今はね、はいはい、そう、友達として見れるかっていう、この2つがクリアじゃない、ね、ね、旦那さんが嫌な気持ちを持ってるとしたら、まあ呼ばないのがまだ妥当だと思うんですよね、きっとね。僕多分無理だと思うんですね。呼ばないでしょ、マトさん。僕が、その自分が付き合ってた女性をですか。はいはいはい、呼ばないですね。だよね、呼ばないね。普通は、やっぱりね、いろんなことの心を考えたら呼ばないのがいいとは思いますけど、私もいろいろね、ウェディングの経験を。昔だったらいいんですけど、なんか年を追うごとになんかね、別れ方が泥臭くなるんですよ、僕の。昔の幼馴染とか、なんか友達で付き合ったとか、そういうのは呼べるかもしれないけど、はい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 、はい、なんかこう、大人になってある程度の年齢になってからの恋愛の相手は呼べない。あー、なるほどね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。同盟会会長さん、分かれば綺麗に。ありがとうございます。さあ、それでは次の投稿をご紹介したいと思います。はい、本日のテーマは別れた人を思い出そうです。はい、投稿ネームサリーさんからいただきました。女子、セカンドライフユースリミューザーの方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。マトさん、小春さん、キャロルさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日のマトさんの声が低いのに対して小春さんの声がどんどん高くなっていくような気がする今日この頃です。そうです、私が倍頑張ってますから。ありがとうございます。小春さん、テンションが上がるとどん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 高くなってます。そうなんですよ。さて、今日のテーマ、恋愛増強計画第1弾、別れた人を思い出そうですが、はい、このテーマを聞いた時には思い出せないと思ってたんですが、一個思い出しました、はいはい、いや、これね、別れた人ってね、案外思い出せないことがあるんですよ。すぐはね、やっぱり。そうそうそう、なんかきっかけがあれば、ドドドドって出てくるんだよね。私は昔、自分が生まれてきちゃいけないんだ、私なんていらない子だからってずっと思い込んでる子だったんですね。はい。で、その時に付き合っていた1個下の子がいまして、その子は親に縛られている私を、学生なりに一生懸命救い出そうとしてくれたんです。でも、それに結局私は答えられずに別れてしまいました。私が先に学校を卒業してしまったので、その後はもうどこでどうなったのかは分からず、はい、で、そんな彼から突然この前連絡が来たんです。はあ、でも私は返信しませんでした、はい、
なんとなく今はつながりを持ってはいけない気がして、てんてんてん。届いたメールを削除しながら覚えててくれてありがとう、思い出してくれてありがとうって心の中では俺を言いました。まあ届いてないと思いますけど。ちなみにその子にとっては私が初めての彼女だったらしいんです。だから覚えてたのかな、かっこ私か、今考えるとそんな状態の中でも、そんな状態で申し訳なかったです。ということだそうですよ。はい。いやでも付き合った人はやっぱね、いろんな思い出があるから覚えてはいますよね。思い出せない人もいます。大事な思い出って。え、いないよ。いますよ。そう、思い出せない人だよ。顔を思い出せるけど名前が思い出せない人がいる。まあちょっとマトさん、それダメ。ダメダメ。あるよ、そういうことって。ないないない、私もちゃんと全部もうちゃんと名前とお顔を覚えてる。小春さんでもね。はいはい。ちなみに聞いていいですか。いいわよ。小春さん、今まで何人ぐらいのこと経験したことがあるんですか。あー、これね、はい、なんで経験っていうの。いや、お付き合いの方です。あのね、これね、この間の番組でも言ったんだけど、はい、大体それってこう曖昧に言うよね、普通ね。まあ、10人以下で。いや、小原さん、小原さん、10人以下どころの話じゃないでしょ。10人以下って小原さん、数えられるでしょ。数えられるじゃん、10人以下だって。いやいやいや、さらに数えられるでしょ。番組ではなかなか申し上げにくいことですので。ああ、はい、ただ、まあ、だから小原さんはだからそういうので思い出せんじゃないですか。じゃあ、マトさん、30人ぐらいいるの。付き合った人ですか。はい。わかりません。はぁ、もうね、一時ね、すごい荒れてた時期があったんですよ。その時期にじゃ、大量に。その時期すごい大量にって。もう僕ね、その時本当にね、もう極悪人だった時がありまして。え、それってお付き合いって言うの。やっぱりお付き合いましょうって言ってたから付き合いとか。ああ、そうなんだ。ああ、そうか、そうか。すっごい悪かった時期がありました。ダメダメ、そんな。やっぱりね、お付き合いっていうのは神聖なものなんで。そうですね。そうです。やっぱりこう、ある程度のこうね、覚悟を決めてしっかり向き合わないと。30超えてからやっぱ落ち着きましたよ。あ、そういうのがね。そう。ああ、なるほど。やっぱそれだ、それ大事だよ。20代は全然ダメでしたね。ああ、なんかあるともう荒れるみたいな。あ、いや、すごいあります。じゃあ、的さん的には別れた人を思い出そうはどうですか。僕ね、はい、仕事で地元を離れて就職して、はいはい、でそこで付き合ってた子がいたんですよ。はい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 。で、僕がその会社を何年か後に退職して違う仕事を始めるんですけど、はい、その時にね、その子ね、地元、その住んでた子の地元だったんですけど、そこ離れて、はい、追っかけてきたんですよね。うん。で、仕事もその僕が働くところのその土地で仕事を見つけて、はい、そしたらどん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 その子仕事で成功してたんですよ。すごい。うん。で、結局ね、で、僕の仕事がすごい忙しくて、はい、で、結果的にあんまりこう構ってあげられなくて、で、結果的に お別れをしたんですよね。はいはい。でも、その時今考えたら、やっぱりその、結婚するとかうんぬんかんぬんっていう形じゃなくて、付き合ってる段階で、追っかけてくるのってやっぱすごいパワーありますね。ああ、そうだよね。それはそうかも。それはすごくありましたね。ああ、すごい。なんかそういうふうにできるのって逆にでも幸せなのかもしれないなと思いましたね。そのやっぱり全自分のものをね、全部一応置いて、うん、でも一応いっちゃうみたいなね。そこが逆にできることはすごくなんかがむしゃらでいいなと思います。だんだんできなくなるじゃないですか、それ。そうだね、そうだね、確かに。うん、
まあでもそういうのすごく感じました。ああ、いいじゃないですか。そのもうその方とはもうご連絡とか取ってらっしゃらないですか？取ってないですね。その後別れてから、はい、東京に行ったって話は聞いたんですけど、はい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 、で多分別の方と多分ご結婚されたんじゃないですか。ああ、まあ、ね、でもお仕事もね成功されたってことなんですね。そうです、すごく成功。すごい、だからバイタリティのある女性だったと思うんですよね。そんな知らない土地に行ってご成功なさったのね。そう、アパレル関係の、ね、方だったんですけど。あ、そうなんだ。なんか、あの、変な話、はい、すごい研究熱心な方で、あ、全国のファッション誌の、その、なんか、あれにその人の編み出したスカーフの、はい、こう結び方が、その人の名前のがついてなんとか結びってこう。おー、はい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 、へー、そうなんだ。そういうのね、結構頑張っていろいろやってね、だん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 偉くなってきました。あー、でも良かったなと思いますよ、それはね。すごい、そんなことがありました。素敵なお店でございます。はい、ありがとうございました。さあ、それではこちらの方、はい、ご紹介しましょう。こちらドン、はい、よいしょ、この方です。投稿ネーム、カバさんからいただきました。男子、はい、セカンドライフユースリムユーザーの方がいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。マートさん、小春さん、キャロルさん、スタッフの皆さん、こんばんは。カバです。こんばんは。さて、別れた人、はい、ギリシャ人。マジでギリシャ人もう別れたの？そうなんですね。アカウントを作って1年くらい経った頃、気分を変えて人間の女性アバターでニュービーを、はい、物色していたら、はい、声をかけてきました。女性になってたってことですね。女性になってたってこと、本人、はいはい、聞けばまだ入りたての初心者さんです。はい、フレ申請を送ってきたので軽く受けて、はい、何か困ったことがあれば歩みしておいで、と言いました。はいはい。2日後、IM が来ました。はい、ハロー、こんにちは。僕のこと覚えてる？もちろん。今どこ？サンドボックス。あとでホニャララビーチに、来られる？なんか困ったこと？会いたい。素敵。そこでこいつが言いました。はい、前にもビーチで会ったよね。ちょっと待って、こら。君と海岸で会った覚えはないぞ。違う。会ったのはフリービーのマーケット。相手が間違えたかも。はいはい、さてはデートしたかったのは別の子ね。そしたら初めて会った時から君のことが好きだった。ロッシェ、切り替え早っ。しかも直球ど真ん中。でも海外の方は直球ど真ん中が多いですよね。そうだね、そうだね。さっくりと断りましたよ。はい、もう名前も覚えてないけど、ギリシャ人の君、ネタをありがとう。大変申し訳ないが、君が口説こうとしたのは既婚の、しかもおっさんだ。なるほどね。まあ、なるほどね。SL でもね、いろんな出会いがありますからね。でも、その相手の人は男の人だったわけでしょ。そう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 、そういうことですよね。あー、なんだか本当に申し訳ないんですけど、今のカバさんに対してね。はい、本当に申し訳ないんですけど、そのカバさんが女性になったっていう方が私にとってはちょっと興味が。やっぱり女性になるんだよ、やっぱりセカンドはね。なるんだよ、ポーリンだったね、やっぱね。まあ多いんじゃないですか。ああ、なるほど。ちょっとその姿がちょっと見てみたいとか、そっちの方がちょっと興味そそられちゃいました。ごめんなさい。なるほど。今度ぜひその女性アバターで。いいですね。はい、海外の方って本当ストレートですよね。そうですね。っていうか、私あんまりね、英語ができないんで、うん、あんまり話さないんですよね、海外の方とは。僕は海外の方から声かけられて、はいはい、ケイさんにいたときに、私はモデルになるためにSL に来たのに、アカウントを止められてしまって、これはセカンドアバターだってニュービーで来たんですよ。はい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 。で、私にチキンを買うお金をくださいって言うんですよ。はいはいはい。で、あなたはその前はモデルだったんですかって言ったら、私は前はモデルを希望していた。はいはいはい。で、
なんでアカウントを止められたんですかってわからない。はいはい。で、そのアカウントにはお金がたくさんあったけど、今このアカウントにはお金がない。あ、はいはい。で、そしたらSL の中で働いてたんですか、仕事をしてお金を稼いだんですか、仕事は稼いでない、はい、お金はどうしたんですかって、リアルマネーを投入してたんです。あ、はい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 。じゃあリアルマネーそれで投入すりゃいいじゃん。そっち、なんで俺にくれって言うんだよ。多いですよね、海外とはね。なんか突き詰めていくとボロが出るんだけど、そうそうそう、いろんなことを言うんですよね。そうそうそう、なかなかびっくりしました。はい。でもお金くださいって人結構多いですよね。多いですよね。1輪電くれとか10輪電くれとかって言ってるんですけど、1輪電10輪電ってもらってどうすんだよって、結果的には他の人にも1輪電10輪電くれって言う、ね、そう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 、積み重ねですよ。そうそう、はい。いやですね。さあ、投稿ネームいきましょう。この方、続きまして、はい、いきましょう。ありがとうございました。ジコンさんって言っちゃった。カモさん、ありがとうございました。いや、言ってるし。さあ、ありがとうございました。大変失礼いたしました。今のカットでよろしくお願いいたします。ここつまんで編集で、つまんで編集して、すいません、はい、申し訳ないです。投稿ネーム、ここどっち読んだらいいの。まんまさんから読みました。まあいいや、このままいきましょう。女子です。セカンドライフユーザーの方がいただきました。別れた日を思い出そう。私と別れたのは結婚した元彼。別れた理由は彼のお金に対するルーズさ。何しろ返す返すと言って、はお金を借りていき、とうとうその総額は金額400万超え、400万超とか。え、つまりこれリアルの話？いや、SL で400万リンデンじゃないな、この雰囲気は。挙句の果て、私から借りた20万でキャバ嬢を連れて温泉リゾートへ行ってたことがバレて、私がついに、見下り犯を突きつけて、はいはい。先日久しぶりに電話がかかってきて、離婚することになったんだけど、弁護士紹介してくれないって。そんなことまで面倒見れるか。って書いてある。これえぐいな。匿名希望でよかった。よかった。あ、そう、あ、そうときた。やっぱあこういうお金にルーズな人いるんやね。結婚していた元彼っていうのは、その要するに相手が結婚していたっていうことか。結婚していた元彼、元彼だから結婚して、相手が要するに結婚していたんだけど付き合ってたってことだね、多分。ああ、そうかもね。はい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 。お結婚されてる方とお付き合いされてたところですね。400万稼げるのがすごいよね。そう、それもすごい。よっぽど惚れてた。なかなか惚れてないと400万稼げないよ。いや、持ってないし。まあまあまあ。うん。すごい。でもほら、さっき言ったでしょ？何？大体喧嘩はお金のことなんだって、8割。ああ、ね、でもそうかもしれないですね。男と女の喧嘩は8割は、まあ大体夫婦はね、夫婦の8割はお金が絡んでる。俺だけど、喧嘩で一番多かったのは、なんで電話くれないのとか、そんなのばかりじゃん。どっちにどっちに、え、どっちに、相手に、相手が電話くれないの。あ、逆、俺が忙しかったりとかする。あ、そうなんだ。電話してあげなさいよ。忙しいから電話できないって言ってんじゃん。そんなね、電話を時間作りなさいよ。いや、だから作れたら電話するでしょ。ちょっとした、タイミングですよ。でも、だからその時にね、言われたのが、はい、じゃあトイレに行く暇もないのとか言われるわけ。ああ、そう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 、そう思う、もう。でもさ、思うでしょ、トイレに行く暇もないのって言うから、だったら便器に座って電話かけてっていうのかと言ったんですよ。それはやめてって言って。それは、そうなんですよ。ねえ、時間はね、私もそれはちょっと思うけど、うん、
あの、私は今こんなして暇にしてますからあれですけど、私もかつて忙しい時間の時がありました。朝一番から本当夜中まで仕事してた時期もありましたよ、忙しくね。でもね、時間はね、私の考えだと作れる。あー、なるほどね。私はだからその人に対する時間を作ろうという思いが時間を作らせるんですよ。なるほど、ね、だからそういう経験をしてるから、今のマトさんの答えはブーなんですよ。あこのさんね、はい、ちょっとね、甘いね。甘くない。甘い甘い。甘くない、甘くない。甘い。私は時間をやっぱ作る側だね。あのね、違うのよ。来た来た。今座り直したでしょ。座り直した。あのね。頭の中がずっと仕事のことを考えてるって実際あるの。はいはいはい。要するに仕事をしてる時間っていうのは、確か仕事をしてる時間、会社の中のオフィスにいたりとか仕事してるじゃないですか。例えば朝会社に行って8時半から仕事します。気がついたら、ふって気がついたらもう5時とかな。あー、なるほどね。それだけ仕事にこう集中してしまってる。だからご飯を食べたのはあんま覚えてないです。食べてなかったりとかで、そういう時って必ずそうなんですけど、会社から出てもやっぱり仕事のことを頭の中で考えてるんですよね。あー、なるほどね。そうこうしてる間に家に帰ったらもう疲れて寝てしまったりとか。これがあれですよ、さっきの話の男の子は単純で子供だっていうことですよね。だから、あの、そう、悪い話じゃないよ。男の人はなんか今ジョンキに殴られたっていうか。違う、そうじゃない、そうじゃない。ちゃんと聞いてよ。ああ男の人が、はい、あの、やっぱり私はそういう男の人好きですけど、はい、仕事とかに集中しちゃうと、そればっかり。ああ、それはあるでしょうね。でも女性って、さっきほら、そういう、それで話したんですけど、女性って例えばどんなに仕事が忙しくても彼氏のこととか家族のこと、子供のこと常に考えてる、女性は。ああ、はいはいはい。ここがやっぱり男の人は外に出たらもう仕事に集中する、もうそれは分かってて全然いいんですけど、そこが多分男と女はちょっと違うので、多分女の人にはその男性の気持ちは分からないところがあるかもしれない。そうかもしれない。いや、まあずっとじゃないんですけどね、そのどうしてもその忙しい時期ってあるじゃないですか。はい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 、はい、もうあの時は本当に戦争みたいなもんですよね。そう、でもほら女の人でさ、やっぱり同じようにさ仕事に疲れてる人もいるけど、絶対家のことを忘れないもんね。女の人は家庭のことがずっと気になってる、うん、そうそう。だから多分戦い方っていうかさ、そのね、あれも違うし、さっき言ったみたいに男性は純粋で、ね、やっぱりそういう少年心は抜けないっていうかね。だからずっと仕事のことを考えちゃうんでしょうね。うん、結構だからそういうのありますよね。なんか女性は意外にいろんなことを多分一気に考えてると思うよ、うん、そうかもしれないね。はい、じゃあちょっと次いきますか。次行ってください。投稿ネーム、アンパン屋さんからいただきました。男子セカンドライフユーザーの方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。マトさん、カラさん、キャレボさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。好きなみのお話で申し訳ないですが、昔付き合って彼女のお話良いでしょうか。全然 OK ですよ。お願いします。20代前半の頃付き合っていた子で、すごく好きだったんですが、いろいろ理由があって別れなければならなくなったんですと。はい。その日から約10年経った頃、思いがけないところで彼女を見かけることとなったんです。その場所とはミクシー。たまたまその彼女が昔通っていた学校のコミュニティを覗いた時にいたんです。ああ、はいはいはい。プロフィールとあだ名に心当たりがあり、それは、はい、それは間違いなく10年前に別れた彼女でした。まだどこかで彼女のことが好きで、ミクシーを開くたびにその子にメッセージを送ろうかどうしようか悩んだのですが、あー、素敵。ある時思い切ってメッセージを送信してみました。はい。内容はあまり重くならないように、ヤッホーおひさーみたいな軽いノリにして。で、しばらく返事を待って、見たものの、いつまでも返事が来ず、その代わり知らない人たちからの足跡が異常につくようになりました。はい。気になってそのたくさんの足跡をたどってみて分かったことは、みんな元彼女の
ミクシーの友達でした。なるほどね。彼女本人は僕のミクシーのホームを覗きには来ず、代わりにたくさんの友人に頼んで、いわゆる偵察を出したり。ああ、はいはいはい。それが分かった瞬間、彼女に対して少し残っていた好きという感情は完全に消え去りました。それからというもの、覗きに来る連中と彼女の元彼女に、当てつけるように僕のミクシーに書き込む日記はアフォーで、お下劣な内容へと変わっていきました。いやね、それが聞いたのか、その元カノの偵察が来なくなりました。あ、そうかそうかそうか。覗きに来る連中と彼女への当てつけるような僕のミクシーに書き込む日記を、あ、要するにあれですね、この方の書き込む日記がですね、あ、要するに、あ、そうだ、そう、要するに覗きに来る連中に対してこう当てつけるような日記を書いたんですね。はい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 。それが聞いたのか、元カノの偵察も来なくなりました。ついでに自分のフレンドもかなり減りましたが、あ、その内容でね、ああ、モルハなんだよ。今考えると、それが現在のアンパンヤスのルーツになっているので、元カノには感謝です、ね。これね、往々にして多いんですけど、僕、基本的に恋愛っていうものでネットがこう差し込んでくると、必ずと言っていいほどなんですけど、はい。本人同士うんぬんかんぬんっていうのも確かにあるんですけど、周りが絡んでくると、はい、周りに壊されるケースがすごく多いですよね。ああ、そうなんだ、うん、ネット関係はってこと？ネットの関係、要するにネットの関係以外ってそうそう、その周りの人の動きって見えないじゃないですか。ああ、そうですね、もう本人たちがちゃんとしてるからね。でもほら、このミクシーみたいに足跡がついたりとか、辿っていったらこう、繋がっちゃうとか、そうするとそういう分析が自分でできちゃうでしょ、はいはい。そうなってくると、やっぱりこう、なんでしょうね、ただ好きで、ただ昔付き合ってた元彼、元彼女だったらお互い本人同士だけど、リアルだったりするんですけど、はい、はいはい、こういうこう、ネットって難しいのが、すごく距離感近くなるじゃないですか。このセカンドライフもそうですけど、で、ある意味土足で入っていこうと思えば入っていけるぐらいの、そんな感じの世界なんで、はい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 、そうなった時に、恋愛がその周りの人を結局巻き込んで壊されることが多いですよね。僕もありましたもん、以前。そうなんだ。ありました、うん、へえ。まあ、周りの人も壊そうと思ってるわけじゃないんでしょうけどね。壊そうと思って壊す人もやっぱりいますよ。そうなの？そうそう、います、います。僕はだから基本的にだからその恋愛を、はい、例えばするとかそういう風な時って、ね、あまり周りをこう巻き込みたくない。あー、なるほどね。なるだけ自分たちで向き合う、向かい合うっていうかね。そうそう、他の方と絡まないみたいな。うん、あー、そうなんだ。ちょっと勉強になりました。めんどくさいですよ、だって。だってさ、リアルに置き換えたら、はい、ご飯と誰かが付き合ってるってするじゃないですか。だから相手の彼氏の方に、はい、小春さんってこうこうこうだったのよとか、ある前、こうでもないっていろいろ言うわけですよ。で、ああ、そうね、そうね。そうそう。で、小春の中でこうその人のことをずっと信用してればいいけど、もうそれがいろんな形でそういうふうに言われたら、小春的にはきついでしょ。そうだね。うん、やっぱり、あ、そうなのかなって思っちゃうよね。一瞬思っちゃうんでしょ。うんうん、でそういうとこが溝になってくるし。ああ、そっか。ネットの世界って怖いなと思いましたね、僕も。本当に皆さん、お気をつけください。ミクシーね、ミクシーってさ、まあ私の場合はもう本当に今ね、ネット系は同じ名前でね活動してるし、だからこれ以外をやってないからあれでしょうけど、はい、やっぱりそうやってたどれるもんなんだね。いや、だって違う名前してて出身校ってやっぱあるんですよ。僕も出身校見たらやっぱり知ってる人いましたもん。そうなんだ。さあ、それでは続きまして、こちら行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、この方、はい、投稿ネーム、おてもやんさんからいただきました。女子、セカンドライフユーザーの方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも以上に低音ボイスが魅力的なマトさん、そして、小春さんのおてもやんがあまりも楽しすぎて汗が出ました。ありがとうございます。さすが、SLTV きっての女子アナ、小春さん、素敵です。女子アナって言われるよ。いやー、もうどうしよう。間違ってますよ。あれ、金のマグカップあげて。
いや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 、なんて、今もし持ってたら取り返しますからね。いいですね、マジっすよ。まだ投稿読んでないのにあげてとね。そうですね。こんばんは。さて、別れた人を思い出そうですが、私は別れた人は別れた瞬間から記憶から消えてしまうので思い出すことができません。というか、正直に申し上げると思い出すほどのお付き合いの経験がないので、特にこれといったこともないのです。ごめんなさい。それはでも、それはそれでいいかもしれない。そうだよね。でもこう、潔いっていうのもそうだし、やっぱりこう、ある意味で次のステップが踏みやすいかもしれないですよね。そうですね。あの、人間というのは過去の記憶の中で辛い記憶とかそういうものって消し去ろうっていう機能が働くんですって。はい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 。同時に、その、かろうじて残ってる記憶もすごくこう、いい方向に勝手に話を変えて記憶してることが多いって言うんです。あー、これ美談にしてるってことだね。そう、美談にして、人間の脳ってそういう働きをするらしいんですよ。あー、優秀だな。すごくその不思議なあのプロセスをこう進んでいくんだなと思いましたけど、だからこっぴどくひどい目にあったことっていうのは自分の中からどん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 自らが消し去ろうとするので。あー、そうなんだ。そうそう。ひょっとして、思い出すほどお付き合いの経験がないのですって言ってるあなた、ひょっとしたら実際は付き合って別れて経験してるけど脳が消し去ってるかもしれないよ。ちょっとミステリアスだわ。ミステリアス、ミステリアス。対抗催眠とかかけたらボロボロ思い出すか、ボロボロ出てくるかもしれない。小春さんも案外ね、付き合った人3人かもしれないけど、まあ実際にはね、他にもあるかもしれないからね。10人かって言ってるでしょ。ああ、なるほどね。さあ、ありがとうございました。お手もやさん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは続きまして、こちら行きましょう。つばきクラブのひろちゃんからいただきました。女子、久しぶりですね。セカンドライフユーザーの方からいただきました。ありがとうございます。マートさん、ウェイ。小春さん、ウェイ。スタッフの皆さん、ウェイ。お久しぶりです。久しぶりです。死亡説も出たようですが、私は生きてます。出ちゃった。別れた人思い出したら、はい、こんな時間になっちゃいました。もう読まれないと思うので、今夜はご挨拶だけ。来週リベンジ、おやすみなさい。え、読まれてますから。読まれてる。残念。来週のリベンジをまたお待ちしてます。お待ちしてます。あの、死亡説は出てないですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。さあ、次こちら行きましょう。この方行きます。はい。投稿ネーム、ラブさんからいただきました。女子、セカンドライフユーザーの方がいただきました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今回の投稿テーマについてですが、はい、彼は八方美人で独占欲が強くて嫉妬深くて甘えん坊で寂しがりで、器用でいて実は不器用な人でした。それは私自身にも似てる部分を持っていて、一緒にいると不思議な安心感がありました。けれど、過去詳しい事情は省略しますね。私がもっと大人だったなら、いろんなことを受け止められ、止められたのかなとふと思い出したりしました。独自の雰囲気を持ったとても魅力的な人でした。幸せでいてほしいなと思います。ああ、いいですね。いいですね。素敵な方ですね。そうですね。まあでも、やっぱりこう、男と女ってのは難しいもんですね。あ、そうですか。だってこれ、似てるところを持ってるんでしょ。ああ、似てる感じのってどう、難しいのかな。似てるのって難しいんじゃないか。別々ってか、前はさ、相対してってかさ、相反してっていうかさ、うん、お互い持ってるものが別々な方がいいっていうのもあったよね、確かに。やっぱり磁石のような気がするんですけどね。 S 極と S 極は、やっぱりつかないかもしれないな。あー、なるほどな。 S 極と N 極ですよね。はいはい。僕、つくづく思うことがあるんですけど、磁石のあの S 極と N 極なんですけど、はい、S 極と M 極にすればよかったなって僕思うんですけど。なんで S と M で。違う意味だからいいんじゃないですか。まあ、引き合うっていう意味で言えば、ね、さあ、なるほどね。そう、S と M ね。
ありがとうございました、投稿。まあ、ね、こういう気持ちが持てるっていうことは、いい恋愛ができると思いますよ。そうですね、はい、素敵です。素敵です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。最後です。はい。この方いきましょう。これなんて読むんだろう。ピロさん。はい。ピロペイ。投稿ネームピロペイハーさんからいただきました。男子セカンドライフ。もう名前が全然ないから、ここまで書くな、書けっつね、本当の名前を。ピロペイハーさんからいただきました。男子、はい、セカンドライフ、ユーストリームユーザーの方からいただきました。ありがとうございます。皆様こんばんは。こんばんは。まあ、今回は、笑いなしですいません。いや、いいんですよ、ピロペイハーさん。17、18くらいの時の彼女と、かっこ、当時、イノシシ年、わかんない。当時、イノシシ年、あ、その時、イノシシ年だったんですね。次のイノシシ年は、ちょうど30だから会おうと約束していました。別れ話ではなく、普通に会話でです。それからお別れすることとなったのですが、それから一度も会うことなく電話もメールも知らずに12年が経ち、ちょうど30の年、僕は仕事の関係でドイツに行くこととなったのです。これは約束を守れないなと思い、実家は記憶にあったので本人はいなくても伝えてもらわなければならないと思いました。要するにこの当時の約束、はいはい、イノシシ年、次のイノシシ年の時に会おうねって言って約束についてね、守れないかもしれないからと、ね、はいはい、伝えてもらおうと思ってたんですね。準備をしていたちょうどその時、ミクシーで知らない足跡が、またミクシー来たよ。おミクシーで知らない足跡があり、見てみると彼女でした。身体的に多少子供ができるか不安な子だったのですが、久しぶりにミクシーで、再会した直後、彼女は妊娠、そして結婚。うん、正直若い頃の恋愛で、数年引きずっていたのですが、自分でも信じられないくらい嬉しくて、家庭環境が悪く、4人兄弟一番下は12歳も離れており、途中母親が蒸発、10代後半から、兄弟の母代わりになった。そんな彼女が無事子供を出産、生まれて初めて、他人の出産で泣けました。落ち着いた頃ケーキを持ってお祝いに行きました。第一声で、おっさんになっとる、と言われましたが神様も面白いことするもんです。オチは行き先がアメリカになったので、断って僕は結局日本にいた。あー、なんでその日で。あー、なるほどね。なるほどね。なんかそんな約束とかしてみた。これでもね、何年後かに会おうねとかって言ったことはないけど、俺うちの実家の隣にいたあのひろみちゃんとうちの隣にいたひろみちゃんと結婚しようねって幼稚園ぐらいの時に言ってたのを覚えてるんですよ。ああ、はいはい、約束しちゃったんだ。もう約束じゃん、ひろみちゃんもお嫁さんになるって言ってたんですよ。それから20何年か後ぐらいですよね。彼女が僕の実家に突然来たんですよね。おで、お久しぶりだなと思って元気みたいな感じで、はい、で、久しぶりに話をしたんですよ、はい、でそしたら私カード会社に入ったんだけど、カード1枚作ってくれない、ノルマがあるって言われて。まあまあね、そんなこともまあ口実として、まあでも会おうとしたのかなと思って、でまあカード作ってあげて、その時にね、ひろみちゃん、あの時の約束覚えてるって言って、何とか、結婚しようねとかって言ったじゃんとか言ったら、はい、ごめん全然覚えてないって言ってそんなもんよね、
そんなもんよね。あ、相手はもう全然だったんだ。全然。ああ、そ、まあそんなもんよね。そんなもんよ。まあやっぱり、男はロマンチストだね。純な男の子を覚えてくるんだよ。純な男の子、それをずっとね。そう。そうそう。女の子はもう、次、ね、次付き合った人が一番だからね。ミクシーって結構いいかもね。ちょっとミクシー戻ろっか。ミクシーいいかもしれないですよ。もう SNS やめよっか。そうですね。そうですねって。ということでですね、時間を幅にオファーしましたけども、今日、はい、皆さんの投稿読まさせていただきました。ありがとうございました。竹下ジェットシティ、この秋、恋愛増強計画ということで、はい、今日は第1弾、別れた人を思い出そうということで、投稿の方いただきましたけど、また、はい、恋愛増強計画という第2弾があると思います。その時はぜひよろしくお願いします。ということで、以上、竹下投稿団でした。ありがとうございました。さあ、というわけで、はい、ちょっと時間もいっぱいいっぱいなんですけども、ちょっと一つ二つはいただこうかなと思っています。はい、さあ、それでは次の投稿じゃねえ、次のコーナー行ってみましょう。こちらです。はい、こちら、ドーン。あ、そう、その前にこれがあったんだ。ドーン。本日のラッキーシートは、さあ、早めに行きますよ。はい。さあ、というわけで今日もこちらの観覧席にいる皆さんのところの座席、カメラ一つだけ、狙っております。そこがラッキーシートです。そしてそのラッキーシート当選者の方には SUTV のスポンサーから素敵なプレゼントが届けられることとなります。はい、早速行ってみましょうか。はい、よろしくお願いします。それでは本日の当選者誰になるのか行ってみましょう。それでは当選者発表でーす。さあ、行きましょう。本日の当選者はこの方でございます。ポチ。あ、席が空いてる。誰か座った方がいいぜ。誰か座った方がいいぜ。どこどこ、誰か座った方がいいぜ。あ、そこだぜ、そこだぜ。早く座った方がいいぜ。誰か座った方がいいぜ。早く座らないと持ってかれるぜ、はい。ゆいさん、おめでとう。誰誰、ゆいさん、ゆいさん、おめでとうございます。まあ、目の前ですね。あれ、あ、ゆいさん間違えたと思って映っちゃいました。え、どこ間違えたの。あの、隣に映っちゃいました。はい、また座りたい。この間に座られたらびっくりだよね。あ、ほんとね。ということで、ゆいさん、おめでとうございます。ゆいさん、プレゼント、今日何もらえますか。はい、今日はですね、うん、自分が当たった時には寝落ちしてて、ほとんどチャンスがないのに、うん、他のシーンの時は必ず起きてらしたって偉いですね。なんか竹下ヘッドラインが出ますよ。あ、ちょっとすみません、こちらでございました。お、はい、本日は、はい、キャンディーミールから300リンデントル分の商品券がプレゼントされます。おめでとうございます。はい、ちなみになんですけれども、はい、こちらプリムネイルがだいたい150リンデントルぐらいになるんですね、うん、だからプリムネイルがあの2つぐらい買える金額でございますので、はい、ぜひお好きなものをキャンディーネイルに行ってゲットしてください。買ってみてください。はい、男性用もございますので、キャンディーネイルは、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、というわけで今日のラッキーシート当選者はゆいさん、そして、プレゼントの方はキャンディーネイルから、はい、届きますね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。駆け足ですが、以上本日のラッキーシートでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは行きますよ。準備の方はよろしいでしょうか。ここは大丈夫です。大丈夫です。はい、いいですか。はい、大丈夫です。はい、わかりました。それでは行きましょう。こちらのコーナー行ってみましょう。こちら、ドーン。竹下ヘッドライン。バラエティ番組の真髄を作る竹下ジェットシティ。でもその番組の中でこのコーナーは、あ、これぐらいにしておきましょう。
緊張するね、ほんとね。ライブはほんとキャロステルさん。さあ、というわけで行きましょう。はい、それでは、駆け足で入ってまいりましょう。この方でございます。滝川キャロステルさん。こんばんは。滝川キャロステルです。やっ。キャロステルさん、もうちょいかな。もう一回。あ、OK です。すいません、お待たせしちゃって、竹下ジェットシティの、この唯一の紅白コーナーね。期待してます。もう早速ですけども、じゃあニュースの方行ってもらっていいですか？はい、お願いします。それでは行きましょう。それでは本日一つ目のニュースでございます。会社構成手続き中の日本航空は、機体にアイドルグループ嵐の5人のメンバーの写真を施したジェット機嵐ジェットを国内線に就航させることを発表しました。うん、日本航空は7月から再開したテレビ CM で嵐の曲ムービンオンを採用しており、就航路線は主に羽田から札幌、伊丹、福岡を結ぶ路線で、運航期間は今月5日から来年1月頃までとなっています。嵐は観光庁から観光立国ナビゲーターに任命され、海外向けの訪日観光の顔ともなっているということです。以上です。なるほどね。嵐ジェットマトジェットってダメですかね。ダメじゃない。なんでやっぱり、でもこういうのって嵐ジェットになってやっぱり乗る人多くないのかな。やっぱりこう記念に乗ろうよみたいな。嵐ジェットに。だってボディに施されるんでしょ。そうでしょ、ボディ。やっぱさ、そういうのってさ、私いつもボーディングブリッジが好きだけど、うん、せっかくボディにあるときにはさ、やっぱ歩いて乗った方がいいよね。やっぱりこう見上げたりとかね。そう、だってボーディングブリッジだったらさ、うん、見えないもん、ね、乗る人は近くから見れないもんね。乗っちまったらもう分かんないしね。そうそう、乗っちまったらもう全然分かんないから。へぇ、あれってさ、シールなのかな。え、書くんでしょ、ペンキで。書くの？あれシールじゃないの？シールじゃないでしょ。シールっていうか、なんかこうピタッて貼るやつじゃないのかな。だってさ、上空ってマイナスなんでしょ。いやでもなんか縫ってるようには思えねえな。縫ってるのかな。ちょっとこれ書きますって、基本的に。あ、書くんだ。はい。大変だよね。よく書けるよね、あんなの。うん、嵐ジェット嵐ジェットね。ちなみにキャロスさんはもしこうジェットに書くんだったら誰ジェットがいいですか。福沢諭吉ジェット。福沢諭吉ジェットね。すごい。じゃあ、次のニュースいきましょうか。福沢諭吉ジェットね。福沢諭吉ジェット。バルト海にあるフィンランド自治領オーランド諸島の行政当局は3日、同海底に沈む難破船から世界最古とみられるビールのボトルを1日に発見したと発表しました。同諸島の教育・科学・文化担当行政当局者が明らかにしたもので、見つかったビールの本数は少ないものの飲用可能とみられると述べています。この難破船からは世界最古とされるシャンパンのボトルがすでに発見されており、これとは別の船内調査でビールのボトルが発見されました。貨物船が沈んだ時期などの詳細は不明ですが、1800年から1830年の間にデンマーク・コペンハーゲンからロシア・サンクトペテルブルクに向かって航行していたと推測され、フランス国王だったルイ16世からロシア皇帝への贈り物だった可能性もあるということです。見つかったシャンパンは当時の上流階級に好まれ、庶民には手の届かなかった高級品とされ、引き上げられたものの中には現在は存在しない一粒醸造所のジュグラーのものも見つかりました。一部にはひびやコルクの腐食があり、海水が混入している可能性があるものの、
大半は無傷で非常に高品質なものと見られており、シャンパンの専門家らは現在では1本数万ユーロの値段がつくと見ています。発見されたビールの評価額は不明で、バルト海の海底に長期にわたって沈んでいる間、気が抜けたのかどうかも分かっていないということです。水温が摂氏4度から5度に保たれ、日の当たらない海底はシャンパンやビールなどの保存に適しているという見方もあり、今後数ヶ月かけて難破船に積まれた他の荷物についても調べる方針だということです。以上です。海の底なのでやっぱり太陽の光が届かないし、水温も低いし、まあちょっとしたワインセラーみたいな感じなんでしょうかね。ああ、そうかもですね。凍らない程度でみたいなね。そうそうそう、まあ、氷よりはちょっと高めでね。シャンパンまあね、美味しい。いい蔵だよね、ほんとね。で、世界最古のシャンパン、世界最古のビールですよね。これ飲んでみたいですか、元さんは。ビールは飲んでみたいと思わない。シャンパンは飲んでみたいですね。ビールは飲んでみたいと思わないけど。なんかさ、あのこう、海底探査船とかにガーッと行ってさ、すっごい深いところまで行ってさ、それでこの南方船の調査をするじゃない、はいはい、で、こう、ロボットアームとかでガーッとかってやって見るわけじゃないですか。はい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 。で、なんかこうボトルがあって世界最古のそのビールかシャンパンかってガーってやってガーッとこう取り上げてきたら、アサヒスーパードライって書いたらすっごい低くなったなんか何みたいな。それさ、うん、アサヒの人たちコマーシャルすればいいのにね。いいかもしれないね、ナンパするでね。やっぱり、そうやっぱりもうかっ昔から朝日だよね、ビールはみたいな。そうそうそう。あー、ね、すごい。これ使っていいですよ、朝日ビールの関係者の方。あ、使っていいですよ。あの、よかったら。そうそうそう。お題の方は SLTP で。そうですね、はい、はい、お題の方は SLTP で。これ、でも お酒を飲む方にとってはこうちょっと美味しい話題かもしれないですけど、そう、キャロシューさんはこれお酒飲まないでしょ。そうですね、お酒は飲まないです。ちなみにこう、ナンパ船をこう調査してる時にこう出てきてほしい世界最古の何かだったら何がいいですかね。はい、ハートオブジーオーシャン。あー、なるほど。まあちょっと福沢諭吉に比べたらね、ちょっとね。まあそうですね、ちょっと今ね。でも多分さ、うん、多分キャロステルさんはこれを私は見つけましたっておっしゃいます？言いません。パクるって、パクるでしょ、パクるでしょ。私も絶対言わない。いやー、でも、ナンパ船の場合は、船の所有者の方が、こう、脈々ともし、こう、なんかね、こう、船会社とかであったら、その権利とかが出てくるかもしれないですから、ね。え、そうなの？ナンパ船？ナンパ船出てくるじゃないですか。え、ナンパしてる？ナンパしたんだからさ、もう権利放棄でいいんじゃないの？ナンパしたその船の所有者がはっきりわかるような痕跡が出てきた場合は、その所有、子孫？その所有の船会社がずっと脈々ともしあった場合は、うん、もちろんその、払うものは払わなきゃならないかもしれないけど、まるっと全部その、はい、拾った人のものにはならないですよね。マジで？それがちゃんとはっきりとした証拠で残ればね。なるほどね、うん、ただ、あれ、まるっきりそこの部分のその結局その所有者としてのはっきりとした証拠が何もなかった場合って、はいはいはい、ナンパ船のああいうお宝って、国によって法律が違うんですよね。あ、そうなんですか。へぇ、うん、国がナンパ船とか持っていったりするところもあるし、あ、そうなんだ。全部ひっくるめて持っていかれる場合もあるし、そういうのがあるらしいですよ。あー、うん、まあ本当に、率のいい国で見つけるしたいですね。お宝ね。はい、お宝は。徳川埋蔵金ってどうなったんですかね。よく昔やってましたよね。え、あの、まだ見つかってないの。え、見つかったなんて話俺今まで生まれてこなかった、聞いたことないんだけど。だってずっと探してるからさ。もう見つかったから話題。あ、ないんじゃないですか。かもしれないですね。じゃあ次のニュースいきます。はい、最後のニュースです。奇抜なファッションで知られるレディー・ガガさんが生肉で作られたビキニを着用した姿を3月10日発売の雑誌「ヴォーグ・オムズ・ジャパン」で披露することが明らかになりました。アクセス・ハリウッドによると、自慢のブロンドをまとめ真っ赤な口紅をつけた裸同然のガガさんのピンナップポスターがついてくるそうですが、そこで申し訳程度に胸や陰部を覆っているのは真っ赤な生の牛肉。
確かに肉が見えているのはセクシーかもしれませんが、肉で肉を隠されてもという気がしないでもないですね。同誌ではガガさんの特集を組んでおり、オフィシャルサイトではガガさんが自身のファッションについて語ったインタビューも無料で閲覧が可能となっています。自身のステージングとファッションは表裏一体と語るガガさんのセンスには、翔さんと同じくらい批判も相次いでいるということですが、今回のポスターに悲鳴を上げたのは動物の倫理的扱いを求める人々の会、毛皮を着用するセレブを公で非難することで有名な同団体も、今回はガガの仕事は目立つことだというのは理解しているし、確かに今回は目立っていると二の子を告げない様子だったということです。奇抜さもここまでいけば認められるということでしょうか。同誌にはガガさんの新恋人と目されているジョー・カルデローネさんのスペシャルインタビューも収録されているということです。以上です。レディー・ガガはいすごいですね、はい、本当ファッション系ではもうあれだね、何があっても出てくるね。名前肉ですよ。すごいね。まあね、体のパーツを肉で隠すっていうか、はい、まあ肉を肉で隠すって言いましたけど、ええ、肉の中の部分の肉ですからね。別に皮膚ではないよ、ね、皮膚じゃなくてってことですね。まあ私この今ニュース聞いた時になんかもう痒くなりそうな、臭くなりそうな、まあそうでしょうね、その生臭さみたいなね。そうですね。まあでもそういう動物愛護団体みたいなところからあのクレームがない、すごいですね今回ね。あ、もうまあ一応もうお肉になったものだからじゃないですか。まあそうですよね。あ、でもそうかも、神戸ビーフをつけてみたら意外な、ね、キャロステルさんとか神戸ビーフまとってみられてはいかがでしょうか。あの生肉を肌に貼るのは肌にいいって言いますね。あ、そうなんだ。よくは全然ません。あらら、キャロスさん、そんなこと言ったら、もう小原さん、明日からもう肉張りまくりですよ。張りまくりですよ、張りまくり。もう、全部解凍して。ペットベトで。ぜひ、高級の高級肉を。そうですよね。高級肉ね。頑張ります。そして、お口の中には牛タンをね。うぇこれでも、どう、レディーガガってやっぱりでも、目立つのが仕事だって言われるだけで、本当に目立ちますよね、このね。だって毎日話題乗ってるよ、なんかあったらね。この間なんか誰かが言ってたんですけど、好きな女性のタイプだったらレディーガガって言った人がいたんですけど、レディーガガが好きなタイプの人ってすごいなって思いましたね。そうだね、うん、本当素敵なきっと男性でしょう。そうですね、はい、さあ、キャロスさん今日いかがだったでしょうか。なんかこう残ってるニュースありますか。やはり生肉肉は食べるものですから。そうですよね。そう、体には貼らないでいただきたいと。貼らないでいただきたいね。すみません、いいですか、ちょっと。ダメですって言っても喋るんですけど。よかったらキャロステルさんも思い出の恋愛を。ああ、別れた人ですか。さらっと、はい。さらっと出す。さらっと、はい。なんかあれば。あれば。私今までにお別れした相手がお一人しかいらっしゃいませんので、嫌をなしにその人のことしか思い出すことがないと。かわいい。いいね、好感度上がったんだね、好感度上がった。あんなー、かわいい、キャロちゃん。まあ、小原さん今、ちょっと敗北宣言、ね、そう、今のは本当にすごい、すごかった。これでも、いいことですよね。素敵。そう、やすやすと付き合わないわよ、みたいな感じでね。そう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 、そうそう、いいことです。ちょっと感動しましたね、最後ね。いいですね、はい、でした。キャロスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、竹下ヘッドラインでした。わー、あとさんの最後のわーってちょっとすごくすごく僕今ちょっと反省したんですけどね。なんでわーって言うかな、ここでだって2時回ってるし。さあ、というわけで皆さんお待たせいたしました、はい、僕たちも心待ちにしてた、いつ終わるんだろうこの番組と思ってました。というわけでエンディングでーす。
さあ、というわけでお待たせいたしました。エンディングでございます。本当にもう今日エンディングお待たせしましたっていうのもなんですよ。だって待ってたでしょ。まあ、はい、そうでしょ、はい、はあ、本当に時間の方がオーバーしてしまいました、はい、申し訳ございません。たくさんのせいです。今日あの投稿全部一でも読んでやろうと思ったので。でも投稿素晴らしかったですね、はい、たくさんいただいて、そうですね、ありがとうございます。はい、どうしてもあのピロフェイハーさんのね、あのこうあの名前の変え方がね。まああのね、わかるんだけどちょっとそらしてるみたいなね。あれでも俺も P に変えてパトペットシティになるのかな。あ、いいかもね。パトペット、パトペットシティ、あ、かわいい。ちょっとさあ、というわけで皆さんどうもありがとうございました。さあ、エンディングでございます。番宣いきましょうか。はい、それでは番宣でございます。まずこちらの番組ドーン。あれ どっから来るんだろう。ここら、ここから、あれ入ってない、入ってない、あれ、はい、じゃあ押してるんだけど、いや、なんか重いかもしれないね。それか、まるっきり入ってないかもしれないね。いや、あ、違う、入ってない、入ってないですか。あ、じゃあ、はい、小原さん口頭で、はい、まず火曜日、あ、火曜じゃない、日曜日だから、まず日曜日10時からはサンデージャックでございます、はい、あちらにありますラジオメガリスの方で、あの22時からでございます。こちらの方公開版ですので、ぜひ遊びに来てください。 そして月曜日22時から、こちらはたびたび夢大陸ですね。そうです。こちらの方は、あの、始まりましてまだ4回目、4回目でございます。もうほんとフレッシュな2人がいろんなところに行きますが、そうです、あの、来週はどこに行くでしょうか、どこに行くでしょうか。そして火曜日、クロスコミュニティマトランダム、こちらの方は23時からでございます。そうです。はい、こちらも公開番組ですので、ぜひ遊びにいらしてください。次回は女子アーサーさんパート2でございます。そうですね、はい、そして来週ハリーさんがねいらっしゃいます。もうなんでその今までそうですとか言ってたのに、もうはい、キララさんと、はい、はい、そして毎週木曜日23時からはマティーニな夜にでございます。はい、こちらの方も毎週素敵なカフェからですが、こちら公開番組ではございませんので、ウェブプレイヤーの方でご覧になってください。そしてこの番組です、本さん。はい、何ですか、この番組。竹下 Z シティ、はい、です、はい、です、というわけでカメラをバンバン切り替えたら、固まりそうになってしまいましたというわけで皆さんいかがだったでしょうか。小原さん今日いかがだったでしょう。あ、私が古いハードつけてるからだ、ごめんなさい。何、楽しかったです。何よ、あの古い、はい、あの操作盤をつけてるようで、はあはあ、私が持ってるところに数字がなくてごめんなさい。ダメじゃないですか。はい、本当にすみません。ダメダメね。でも私が自信を持って番宣をお届けいたしましたので大丈夫だと思います。そうですね、はい、来週のマトランダムのゲストは、あ、先週に引き続き VWBC 女子アナスペシャルということで、はい、今度の火曜日はキララさんとアリーさんという方が、はい、お二人、はい、ゲストでいらっしゃいます。はい、こちらも楽しみです。この前のマトランダム非常に楽しかったので、今回もまた期待しています。ということで、なんかこうね、ちょっと少し落ち着いた感じでお送りできるかな、しばらく。バタバタしましたからね、はい、夏の間はね。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。はい、ということで、非常に時間の方もオーバーしてしまいましたけども、はい、これにて終了することができると思います。そして、なぜこの番組を終わる寸前にもちもちさんがね、もちもちさんがこの番組を終わるっちゅうとか、エンディングだっちゅうとかですよ。コバがーとか言って、そうそう、そんなに元気なはずがない感じだよね。さすがですね。はい、というわけで、皆さんお疲れ様でございました。小原さん、はい、最近なんか近況報告的になんかこう、なんかあります？近況報告？そうそう、ほんとね、皆さん歯医者は早めに行ってください。いや、ほんとそれはね、ほんとだと思うわ。伸ばし伸ばししてたジャメ、ジャメ、ジャメよこれが今日の私のあれです。そうですね、明日キャロルちゃんも行くそうです。マトさんも明日行きないよ。俺歯医者大嫌いなんだよね。まだまだやってる、考えちゃってる、はい、ということで、はい、
この後は、はい、SLTV 竹下ジェット式の終了後は、はい、もちもちもっちのスペシャルライブが多分どっかであるはずなので、おお、ね、で楽しんでください。僕は寝ます。もう嘘ばっかり。あのもちもちさんのところは明日ライブでございます。ああ、明日ですね。はい、はい、ということでありがとうございました。そのというわけで皆さんお付き合いありがとうございました。また来週お会いできるのを楽しみにしてます。そして、今度はサンデージャック、日曜日ね。はい、そうです、ということになります。というわけで皆さんお疲れ様でございました。それではまた次回お会いしましょう。ということでお相手私マコとこの方です。小春でした。どうもありがとうございました。それでは皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。 Thank you for voting and see you soon. じゃあねー、バイバーイ。交わせない言葉より慣れてる瞳が正しい The music いつもと違ったスリルを感じて Punch in the monkey スパイ気取りなら弾けるコルトも火を吹くぜ。今宵はあなたのその胸に銃声を響かせて生き方を引くせろ。Yeah.